夕顔の門確かに急激な速度で世の中は変革しかけているけれどどう眺めてもそう動いてもいないように見えるのが世の中の表面でもあった桶狭間の一戦の対象はさすがに十日余りも清洲の城下を興奮のるつぼと化して盆も夏祭りも一緒に来たような騒ぎだったが それも常識に帰ると、家事の家には土の音が聞こえ、桶屋の軒には桶を叩く音が漏れ、馬屋の裏には真草を刻む音が静かにして、おのおのがその食分に精出し始めると、炎天の城下町は人通りさえまれで、からんと往来の道ばかり白く乾いていた。木下様 誰か呼ぶ声に。おい。ときちろうは昼寝していたが、目を開いて床むしろから首だけもたげていった。どなたかなしぶなの家内でござります。いや、お迎えのご内儀か。人ばかり手作りのそうめんを冷やしましたので。またいただきものでござるか。それは恐縮。ざるはお菓しもしておきますゆえ、お買って置いて参ります。 あとでまいちど、清水でさらして、召し上がってくださいませ。ごんぞー、ごんぞー。お召し使いは見えませぬ。ごんぞは見えませぬか。では、女は。針を持ったまま、勝手元の部屋で寝てござりまする。やれやれ、主人が眠ると、猫までが眠る。では、猿はトからお返しに使わします。ご主人にも、吉田にお伝えを。 口合いそは良いが、物臭く腹ばいのまま、奥から怒鳴っているのであった。城内ではとかく白眼視されているが、この霧畑の組屋敷の近所界隈では、彼の人気は至って良かった。それも主人よりは、サイ君の方によく、サイ君よりは、娘子供になお良かった。しかし、綺麗な娘を持つ家庭では、 一人者の彼に対して相当周到な警戒をしていた。退屈で困っています。少し話にいらっしゃいませんか。などという誘いを、娘の親の前でも平気で彼は言うからであった。退屈といえば、この五六日、彼は体を持て余した。血と縁国までとも申しつけるほどに、旅自宅いたしておれ。 10日以内に出発の沙汰出す。それまでの間休養して、あまり外出はすな。また、多言もならぬことは、改めて言うまでもない。こう信長から言われて、彼はその出発を待機していた。支度と言っても何もない。留守は、ゴンゾと女がいる。とも申しつけるとおっしゃったが、五十君のお旅たちとはおかしいな。 どこへお出かけになるのだろう。沖縄って今もぼんやり考えていた。そしてふと庭垣に夕顔の花のつるを見ると彼はねでの姿を思い出した。佐田の下るまであまり外出はすなと命じられていたが、夕風が吹くと彼は行水を一網してねでの家の前を通ってみた。 近頃はなぜか訪れるのははにかましくて、それとねねの両親に会うと、改まって用事でもないと。こちらの腹を見透かされそうなので、ただ彼女の家の門を、雪ずりの人のごとく装って、行ったり来たりしてみるだけで戻ってくるのであった。ねねの家の庭垣にも夕顔が咲いていた。昨日の夕方は、 探偵に明かりともしていた彼女の姿を、ちらと外からかいまみて、思いを果たしたように帰ってきたが、夕顔の花より白いその折の横顔を、今、ふと思い出したものであった。お目覚めでございましたが、若党のゴンゾが帰ってきた。ゴンゾはすぐ、井戸水を手置に組んで、 東吉郎が一人座っている庭先へ回り「じっ水玉も落ちましょう今日の暑さは格別地割れのするほど乾いておりますので」「百坪にも足らぬ狭い庭へ手置きの水を何杯かまいた」そう「そうそう元蔵勝手元にご近所から到来物のそうめんがあるぞ」「はい戻る途中でお迎えのご心臓様に出会いさように伺いました」 そちは、どこへ出かけていたのか。植林町の辻で、鳥物があるとかで、町の者が騒いでおりますゆえ、諸見に出向きましたので。意味ざとく、よく町へ、野ジ馬に出かけるやっちゃな。鳥物とは、盗人でも捕まったか、清須のご条家に、盗っとがあったとは珍しい。いえいえ、それどころではござりません。 職人町のかすが横町という裏町をご存知でござりましょうが。うん。あの路地の角の坂屋、二軒目の渋神屋、その並びのエボシより主や、つかまき職人など住んでいた人長屋が、一夜のうちに皆、空き家になりましてな。うーん。夜明けと共に近所で騒ぎ立ち、すぐ訴え出ましたので、取り調べたところ、あのかすが横町の人長屋と職人が皆、 稲葉山から回された、美濃の患者だと知れました。で、脳も近所合壁の者ども、一人一人囲いへ入れて、今朝から厳しく調べておるうちに、二三怪しい者が現れたので、ひっくくろうとすると、屋庭に,に獲物を取って手向かいいたし、近所の主、役人方の五六人も殺傷された挙句、ようやく捕らえましたが、一時は偉い騒動でござりました。 ミノの長者が人長屋に住んでいたのか知らぬも不覚なことでござりました。鉄国の人間が五条家に一塊も巣をくって、悠々とミノへ通じているのおば。ははは、お互いごとじゃ。む、うん、ぞ、女に言うて、行水の湯を分かさせておいてくれ。そしてまた、お出かけでございましょうな。このところ、毎日婚約。 一歩きしてこぬと腹が減らぬ。やがて、薪の煙が、勝ってから家の内を吹き流れた。弱みして、片平に変えた陶吉郎は、草履を吐いて、庭木戸から外へ歩みかけた。そこへ、城の使い番の末の者が訪れた。御用箱から飯状を出して手渡すと、すぐ帰ってい 東吉郎は慌てて屋内へ戻り、急に衣服を改めて、林佐渡の指定へ急いで行った。先頃から待機していたお沙汰なるものを、彼はカルの指定で林佐渡から直接に申しつかって戻ってきた。明朝の卯の頃までに旅装を整え、五条下外れ、西の街道口、豪の 同家聖十郎宅まで参らるべし、という沙汰なのである。それ以外は、行けばわかる、とだけで何も聞かしてはくれなかった。縁獄へ、信長が忍びで、その友のうちへ自分も、と、こう考えてくると、多くを聞かなくても、彼にはほぼ、主君の目的のあるところがわかるような気がした。 これは当分帰れないらしいぞ。同時に彼は、ネ、ね、ネともしわしわ別れと思って、折り伏しの夏の月に一目でもと途中から会いたさが胸に増してきた。思い立つと彼は矢も盾もない佐賀だった。盆濃の子であった。彼の心にも住む岩信玄は彼をネネの家の方へ借り立てていた。 そして、世間によくある真相の明かりを伺う,う不良児と、何ら変わらない格好して、東京もその家の下記の外をうろついていた。弓の衆の首長屋なので、この界隈を通る者は、大概、顔見知りの人たちである。彼は、往来の足音にも心を置き、家の中のネネの両親や、 家族から悟られることも広く恐れた。その臆病な、昇心な体は、笑うべきものであった。もし、東吉郎自身でも、他人のそういう振る舞いを見たら、軽蔑するに違いなかった。けれど、今の彼には、男の面目も、万一の外分も、反省している糸いまがなかった。 ねねはどうしているか彼が求めているのは、つまるところ、そんな他愛ないことでしかなかった。きねの隙間から、彼女の横顔と、この夕方の彼女の生活の端を、一目見れば、それで気は済むのであった。もう、上見をして、化粧しているかな。親たちと前後を囲んで、ご飯でも。 食べているおりかな。三度ぐらい、そこの牡蠣の外、彼は触らぬ顔して、行きつ戻りつした。酔いなので、誰か一人や二人は、往来があるのだった。牡蠣にすがって、覗き込んでいるところ、ケロシタ殿などと、知っている者に呼びかけられたら、大いに赤年者である。いや、それよりも、 せっかく犬千代が手を引き、親の又えもんも、その後考え直してきて、ネネと自分との結婚の工作が、このところ、好転しかけているものを、自分でぶち壊すような結果を将来する恐れもある。今はそっとしておくに限るのだ。ネネの母もネネも、心は決まっていよう。だが、父親の又えもんがまだ、 容易に腹を決めかねているところだ。並ぶ三部の考慮中で、娘と父、母親と父親との間にも、なかなか安やす,やすとは一致を見ないままに、ここはお互いが心の推移を待っているといった案外に、ひとまずねねの縁談は、家庭のうちでは打ち切られた姿になっているのであろう。そこへ、 この前のような短平級に、厚かましい推しの一手で、ネネを賜れ、婚礼の日取りを決めてほしい、などと自分で持ちかけると、かえって又右衛門の厳格な不正は反発するかもしれないし、ネ、ね、ネやネネの母親が、せっかく寄せている行為をも、今日覚まして、ふと考え直されでもしたら、取り返しはつかない。千年までは、 命をという強敵が居いい、消極的に失恋を待っていたら、とても勝ち目はないので、あらゆる治療と熱情を持ってそれと戦ったが、もう自分の恋を脅威する相手は、えねを頼む、と言って国外に去り、その後、桶狭間の合戦の後、再び五冠鬼を許されて城内へ帰参してはいるが、もう以前のように、 このやへ近づいている風も見えないのである。又右衛門が苦にしていた問題の犬千代との結婚の公約なるものも、自然解消のままになって、今日では何の憂いもないはずのものになっている。焦る必要はもうない。今はそっとしておいて、又右衛門の気持ちが、もう一方好転するなり、よい口利きが、 他から現れるのを待つのが上作。トッキは、そのあたり心得抜いていた。しかし、ネネのことに限っては、彼のそうした賢い資料と、彼の愚かな書き除きの心理とが、一個の彼という中に、別々に働いていた。かえりの煙が流れている。台所の方では、瀬戸物の音が聞こえる。 まだ、遊げも前らしい。お働いてござるな藤吉郎は、やがて、我が宿の妻と決めているネネの影を、ほのかな明かりの差す台所のあたりに見出して、あれなら体、所帯もよう元。などと、人目を忍ぶ急場にも、そんなことまで考えたりした。 彼女の母の呼ぶ声がする。彼女の返事は柿の外から覗いている藤吉郎の耳にも響いた。藤吉郎は歩き出した。往来を誰か人が通っていったからである。よく働く。そして従順だ。あの女なら中村の母にも霧もいろう。百姓していた姑と、 わしの母親を粗末にするようなことはあるまい。彼の恋は、煩悩のうちにも、遠大な考えまでした。貧乏に耐えよう。虚栄にはとらわれまい。夫は大事に、夫の陰で助ける女になれよう。俺の欠点も許すだろう。何もかも、よく考えられる。第一、峰も麗しい。 あの女性を置いては、俺の妻はない。そうまで思い込んだ。一人でに胸が膨らんでくる。大きな動機を打っているのだ。ふーっと、星を仰いで大きな息をついた。気がついてみると、首長屋の一角を一回りして、またいつの間にか、ネネの家の前に出ているのだった。ふと、 カキの中に、ネネの声がした。水桶を持って、井戸の方へ行く姿が、夕顔の鶴の隙間から見える。こぼれそうな星明かりだし、夕顔の花明かりに、その横顔も、しらじらと見えた。コーヒーのする水仕事まで手伝ってするし、あの手でことも引くし。とキチロは、 中村の母親に、私の嫁はこういう女性であると、一日も早く見せたい気がした。よだれを垂らさないばかりな顔である。その顔を牡蠣へ寄せたまま、彼自身眺めあくことを知らない体であった。いみずを汲み上げる音がする。だがねねは、水桶を下げずに、じっとこっちを振り向いていた。 おお気づいたかな思う間に彼女の姿は、井のそばを離れて、裏の木戸の方へ歩いてきた。藤吉郎は、胸に火を当てているように、熱い鼓動を覚えた。彼女が、そこの木戸、そっと開けて、外を見回したとき、藤吉郎の影はもう、後も見ずにかけていた。遥かな、 道の辻を横へ曲がるとき、東吉郎は振り向いてみた。白い顔が気厳そうに、まだ木戸の外に立っていた。恨むような目が、こっちを見ているようにも思われた。けれど東吉郎は、途端に明日のうの国の旅立ちを考えていた。多言を禁じられている主君のお供である。ねねにも、 それは言えないことであった。彼女の無事を知り、姿を見、ここまで離れてくると、藤吉郎は、もう、常の彼に立ち返っていた。一目散に家に帰った。そして、眠ることになると、実に屈託のない、いびきであった。若党のゴンゾはいつもの朝より早く起きて、 旦那様おしたくなされませ。そろそろ、お時刻でございますぞ。枕元に座って起こした。おうと羽を着、顔を洗う。飯を食う。旅支度にかかる。こういう巨の手早くて活発なことは、信長仕込みというか、藤吉郎も恐ろしく厳しかであった。行ってくるぞ。どこへとも、 召使いにも言い残さない。命令の右の国少し前に、彼も城下外の西の街道口、五の道家清十郎の宅まで行き着いていた。鉄国純勇気よう、猿殿が、お主も今日のお供に見えたか。 五の道家清十郎の片口に立っていた田舎侍が彼を見ると呼びかけた。おう、お犬。これは意外といった顔つきの徳弘であった。その犬千代が来ていることはさして驚くに足らないが服装がいつもとまるで違う。髪のようから大小、キャハンのこしらえまでがどう眺めても 草深い田舎から出た野侍としか見えないのである。これはまた、どうしたしさえ。尋ねかけると。ご一同もすでにぼつぼつ揃うていらせられる。早く通れ。門藝のように命千代は言う。おことはわしか、わしは暫じボンバンを仰せつけられた。後で通る。しからば、ごめん、と通って、東吉郎は門内の、 潜在に佇んだ。庭へ通う道と入り口へ向かう道との、いずれ通ったものか、ひとしやんという顔だった。豪農、道家聖十郎の家は、東吉郎の目にも珍しい旧家だった。吉野町以前からの建物か、もっと古い時代のものか、想像もつかなかった。姉妹兄弟一族が、 皆、一囲いの中に生活していたという。大家族制の頃の異風さえ見えて、どっちを見ても長屋があり、胸があり、門の中に門があり、通路があった。猿のこんなたじゃ。庭の方の門から、また一人、田舎侍が差し招く。見ると、池田正三郎である。そこを入ると同じように、 と言っても、復職は雑多だが、田舎武士作りの家中が二十名もいた。東吉郎も兼ねて言われていたことなので、田舎者に見えることにおいては、神後に落ちない支度では来た。おや中庭の方の園には、約十七八名の山武士が休息していた。それも、家中の屈強な武士たちの変装した群れであった。 中庭の彼方の小座敷には、信長が見えておるらしい。元より、忍びであった。道家家でも、主人とほんの家族しか近づいてはいないらしい。東吉郎は、他の愛役と、たまりを作って休んでいた。何のお忍びであろう。誰も聞く、誰も知らない。囁き合って、殿にも、今日のお支度は、 まず、うちとばかり家来も持つ、合子のせがれ殿と見たら、良いようなお作りなのだ。何かまた、ひょうげたお遊びででもあることと思うてきたら、そんな風もなし。おごそか、ひそかに、ああして、び人の揃うのを待っておいでなされる。やはり、縁国へ向かって、本当に、旅立ち遊ばすのやもしれぬ。となると、その行き先だが、誰か、コ民でも、 もれ聞いておらぬかのう。よう聞かぬが、先さ林さ様のお屋敷へ、し呼ばれたとき、京のあたりへと伺ったが、りの言葉に、え、京都へ鳥とは、声をのんだ。危険な、ということが第一と、京都へぼる以上は、信長の胸に、何の大な何の秘策かがあってのことに違いないがと、 その目的の何か、かえって大きないぶかしみにとらわれたのである。東吉郎は人知れず、さてこそ、さてこそ、一人うなずいて、信長の立ちぶれが出る間、手内の再現をぶらぶら歩いたり、屋根の子猫に手招きしたりしていた。信長を囲む田舎武士の一軍と、それを遠見に守った 歩く山伏の一軍とは、やがて幾日かを経て、都へ出ていた。これは東国の田舎武士にてソロ。年頃の望み可能うて、このほどおじ、叔父おい、友達ども、ともども打ち方らいい、日の海越花の都へ、見物に入り申してソロ。のんびりと、信長はじめ、 人々はそういった手を作ろった。桶狭間に見せたような険しい眼光は誰も皆しまい込んで、表も言語も悠長に、そしてどこかごつい、東国武士となりすましていた。宿所は道家聖十郎から特手回ししておいた落外の腹帯地蔵の在家。山伏たちは 付近の農家や安畑越え散らかって止まった。さて、どう遊ばすかな藤吉郎も、信長の行動に多大な期待と興味を持って見ていた。猿も共に、と言われる日もある。また、地震は連れて行かれず、他のものを獣舎として、楽中へ出向く日もある。言うまでもなく、 いつも日よけがさまぶかに、しっそで野人そのままな見ごしらいであった。友はせいぜい四五名。遠く離れて山伏姿の何名かがそれを見守っていたが、彼を彼と知って近づこうとする資格があれば、目的はいいたるくらいな程度であった。今日は見物しよう。と全く方針して、 楽中の人中をひねもす、誇りをあみて歩いて帰る日もあったが、また、時ならぬ時刻に突然出て、苦行、道場の門を唱い、そこの奥で密談した上、素早く帰ったりする遊べもあった。一切は、信長の胸三寸の行動で、若い自身たちには、何を目的として、南国の危険な地元に、 この冒険を彼があえてしているのかわからなかった。東吉郎にも元より社藩の消息は知るよしもなかった。けれど彼は彼でその間良い見学をしていた。都も変わったなあ、と思う。針を打って漂白していた頃、彼は強張りを仕入れにここへ出てきたこともある。 指折れば、六七年前でしかないが、工場の地の世帯は、甚だしく変わっていた。室町幕府はあるが、十三代、足利義照の存在は、名ばかりの将軍家であった。官僚、細川晴元はあるが、これも、あるという名ばかりで、実験はない。古い池のように、ここの人心も文化も、よどみ切っていた。 あらゆるものに末期が感じられる。実際の主権者にある大官僚の三好長吉は、その老身の松永男女久秀のために左右されていて、ここにもミ魅力い葛藤と動きのつかない無能や防災ばかりあった。民衆の目にさえもう遅くはない、と次回の兆しを、 陰口にささやかれている時流だった。では、その時流は、どう向いてゆくか。といえば、これは誰にもたんであった。いたずらに、カビで、不白で、夜の明かりもかりながら、一面には、覆いがたい暗さが、人々の心を締めているのも。明日は明日と、方向のない生活から湧く、どうしようもない、 濁流であった。成長の三吉、松永が頼むに足りないとしたら、官僚のほかに、世に将軍家の御小番衆と言われている、山名、一式、赤松、武田、京極細川上杉氏はなどという大名たちはどうしているのか。それらもまた、各自の国々において、 同じ時代の悩みに突き当たっていた。京都は京都、将軍家は将軍。より以上、自分たちの国境や内部において、その多た端たに本命していた。大きく世を思い、他を帰り見る糸間などはなかった。そうした都へ来て、藤吉郎はまた、その目に見、耳に聞いた。 朝廷の御水日の想像以上だったことである。恐れ多いが、とよく下々ももの噂にも聞かぬ定ではなかったが、御所の追事はやれ果て、御書き森の影すら見えない。リスや野良のさえそこを越えていいのだ。内視どころに雨や月影がもって、 冬ともなれば、魚医の城にすらことを書くと、もったいなげに沙汰する下も,もの憂いもまことであろう。誰であったかその頃、くげのいど殿へ思考して配謁を願い出たら、折しも十二月の中旬というのに、赤字みた遺憾すらなく、夏のままな一重に蚊帳を上にまとうてあったということである。 この江戸のあたりでさえも、年に一度の式日に、マロードが地層を眺めて、口に入れられそうなものは、三方に乗っている、あずき餅ぐらいなものであったという。巫女のご在所も、新郎家の見合いも、アリアナシアの状態だった。御両の地も、縁国の三沢元よりのこと、山品とか、 岩倉あたりの近くの三田やおしまで、のぶしや弾薬の豪士らにやらされて、一粒の苦語も上がっては来なかった。兵を正らす大名が国り,りにない、その罪を凝らし、大役の行為を悟してやる司法者もないのである。まして、庶民の中の弱者のたや畑は知るべきであった。 信長は、実に、その折も折に、京都へ、忍びで出てきたのであった。どこの国の大名も、考えつかないことだった。いや、上落して、事故の三軍の刃を誇示し、臨時を仰ぎ、将軍や官僚を脅迫し、もって八道へ君臨しようという野望家は、一人先に、 その途上で挫折した今川義元があるばかりでなく、う大至るところの国々に割拠する大名豪傑の友柄が皆理想としていることではあったが、単身京都へ登って将来の刑をなそうとするようなそんな身軽な豪胆さは信長以外に持ち合わせているものはなかった。彼が そうして参考休憩の門に、密かに往来している間に、何らか、後日の政治的な基礎が、一粒の種ほどでも巻かれていたことは間違いなかろう。彼はまた、幾度か足を運んで、三吉長吉の出立を通して、十三代の義照将軍にあった。もちろん、 三好家の立場では、いつものような東国侍の忍び姿で、そこで式服に改め、室町の流栄へ出向いたので、全く誰も知らぬ会見であった。室町の流栄は、絢爛な廃墟に居ていた。足利十三代の間に成し尽くした将軍たちの逸落と豪者と、 独善的な祭りの後、物語る夢の古池でしかなかった。吉照将軍は信長を見て、おもとか、信秀殿の子息、信長とは、と言った。力のない声である。肩のごとく、近重やさほうばった儀式はあるが、精細がなかった。 将軍職の名はあっても、ここに実際の力がないことがすぐ感じられた。信長です。平服して、お見知りおきください、と彼は言った。平服している彼の小さい姿の方が、はるかにあたりを払い、冗談の人を圧し、声に力があった。ち、信秀を。 ご存知でござりましたか吉照将軍は、存じおる。と、<え>頷いて、信長の父、信秀を知った縁子について、記憶を語った。それは、かつて、皇居の後輩のあまりの華だしさに、諸国の豪族に対して、朝廷の女をもって、代理、ご修理の量。 現状のゆたつが発せられたことがあった。ところが直に答えて奉仕を申し出る大名はほとんど稀であった。諸国戦乱の絶え間もなく、おのおのが事故の存立に救急としている世上の常とは言っても、あさましい限りであった。これが、 高度高天の国にあることか。と、長身たちも、雨森風の防ぎもない代理の後輩を眺めて、ただ過去地、嘆くばかりであった。それは、天文十二年の冬のことであったから、信長の父、信秀の立場なども、市林に強敵を控え、微弱な領土と兵力を要して、一方に勝てば、 一方において破れるというありさまで、分けても苦境の真っ最中であった。にもかかわらず、直を受けると、信秀は、すぐ使者を京都にのぼせ、おりょ四千官門を検事、また、他の勇士らとはからって、恩追辞、死息門、唐門などのご修理をも成し遂げたのであった。いや 奥との父は、勤労家であるばかりでない、武人には珍しい、献身家でもあったよご機嫌の麗しい日であったと見え、吉照将軍は、初めて会う信長によく話した。恐れ多いことじゃが、伊勢神宮の内宮は、古から21年ごとに、新しゅ改造するせいであったが、 法人の乱行は、そのことも捨てれて、ここも、アルルに任せてあったを。おごとの父、信秀には、その、おしきのっこに、いたく力を尽くされたそうな。いずれにせよ、ゆかしい人であった。ヨシテルは、そんなことで、知っているという意味を、さりげない雑談に言うのであったが、 信長には亡き父に対して新たな追母と対愛が思い出されしばしは差しうつむいていたことであった信長は難民よりも自己を信念することに強い性質だけにともすれば父と事の情愛を離れては父をも差したる無人とは思わなかったが 地震が実際の世に突き進んでみると、どこにもここにも、父の残していったこのための捨て石が気づかれてあったことに気がついてきた。その遠望と愛の大きいことが、近頃わかりかけてきたような気がするのであった。例えば、亡き後のこの経営に、平手中塚さや、その他の良い家臣らに、 目をかけておいて、残していってくれたのも、今となれば、ひしとありがたさを思う。また先頃の桶狭間の対象にしてもそうである。あれは自分の健康一滴が走行したのだと一時は思ったが、よくよく後になって考えてみれば、今川の上洛計画は、すでに、 父の生きていた頃からのことで、父・信秀は小豆坂やその他の戦場で、幾度かその今川の気泡を叩きに叩き潰していた。そして織田の少子に、強い敵外心と多年の訓練等を骨髄にまで植え込んでおいてくれたものである。その遺産があったればこそ、 殿学狭間の一挙も、あの功を奏したのである。いかに事故の死を決し、また兵に向かって死ねやと叫んでも、主君として立ってまだ徳の浅い、月日も短い、自信だけの手いに過ぎない兵と、伝統のない織田家であったら、どうしてあの大将を白すことができえたろうか。 戦い終わって後、勝手の後、信長は、とり静かに、そう思うことがしばしばであったし、今また、吉輝将軍から、はからずも、死の遺徳を噂されたので、こうして吉輝が会ってくれたのも、その徳の一つと、しみじみ、今さらありがたさを、覚えたことであった。 よも山の話の末に。此度は、ほんの白身の上落。それに、終わりの田舎者。何一つ、都人のお目に珍しき国産とてもござりませぬが。と、手土産の目録を検じ、やがて信長は、糸間を告げて下がりかけた。すると、よしてる将軍は、待つがよい。と、 信長を引き止めて、ほどなく、黄昏ともなろうから、食事をして行くがよいと言い、席を京王の前へ移した。そして、酒を賜うことになった。東山義政の好きと風河を凝らした庭があった。あじさい色の夕闇に、明かりに濡れた苔の露が光っていた。どんな席に置かれても、 目上の前でも、至って窮屈がらないたちの信長は、目八部に持ってくる調子にも、小笠原流の料理、古実のやかましい全部も、極めてこだわりのない姿で、ご一ん、と継がれれば、は、と素直に受け、お箸をと勧められれば、ちょうだいぼす、と辞儀して、 皆食べた。客の食欲を珍しがるように、よしてる将軍は眺めていた。善美や儀式にあいた将軍家は、信長の食べるのを見て、年も若いし田舎者には、都のものが何を食べても美味なのであろうと、せめてそう思うことで誇りを辞していた。信長、ほ、 どうじゃの、八幡の補助は。結構でした。微味か。ただ、我ら無骨の者には、どのお料理も塩味が薄うて、かかる味のないお料理は、信長、珍しくいただきました。ははは、無理もない。そちは茶はたしなまぬか。飲むすべは、湯のごとく、幼きよりわきまえておりますが。 大人の遊ぶ茶とやらの道は、豚しなみでござります。庭を見たか拝見いたしました。どうもう小さいと存じました。小さい。綺麗ではありますが、信長の田舎、清須の丘の眺めから比べますと、そっちには何もわからんと見える。ははは。生物知りより、あどけのうかえってよい。 したが、そちのたしなみとするはなんぞみやそれ以外に、何のわきまえもござりませぬ。その代わり、今年あれば、終わりより、お濃、大じの敵地もこえて、三日のうちには、御所のみ書きまで、いつなと、はせさんずるが、信長のう事にござります。諸国乱じ王城の地とて、 いつ何時の変あろうも図られませぬ。信村があることを応募へおきくださればありがとう存じます。にっことして言った。吉照は見つけない人間と聞きつけない言葉とに接したようにそのエクボを見守っていた。本来ならば、その乱世に乗じて将軍家が先に、 地方の守護職に任命してある芝家を滅ぼして、無断、その国主の位置に取って代わっている信長である。将軍家の権威として、樹脂何者と、これを門中女の知らせへ蹴落としても当然であっていいのである。だが、寄りつく大名とて近頃はなく、 石くの勘に耐えなかった将軍家はむしろ信長の来歴に不良を慰められてなおも話したい様子であった話のうちに感触や威嚇でも欲しい意味をほのめかすのかと思えばそれもなく信長はやがて爽やかに宮方を退出した 京都での大流は、およそ三十日ばかりで、信長は、帰る、と、触れ出した。帰るとなると、それも急で、明日、と、気が早いのである。山伏、田舎侍などに姿を変えて、分宿していた地震たちは、せわしく旅立ちの用意にかかったが、その夜、 国元の終わりから使いが来ての書状に。日を数落としの後、風雪、しきりと行われおり揃ろう。ご帰国の方と分けてご祭神に。路上の変にくれぐれ、恩、備え、あさわさるべく揃ろう。ご実測。とあった。いいが、遺跡へ出て帰るも、豪州から美濃を越えて帰るにしても、敵国、 また敵国である。伊勢には祝念の敵、北畠があり、美野には斎藤、その他一石の地でも、敵地を踏まずに帰れないことは言うまでもない。どう道を選んだが、ご無事であろうか。いっそ、船地の便ということも考えられるが、ラがの滞在している土豪の家に集まって、 その夜、家臣たちは、額を集めて行儀したが、なかなか話はまとまらなかった。すると、池田勝三郎。信長の今に当てられている奥の方からずかずか出てきて、もう一度、まだ寝ないのか、と、そこを覗いた。けしからぬことを、と、言わんばかりな顔をして、一名が言った。 大事なことを表現しておるのに、まだ寝ないのかとは、無礼なお言葉。ご表現中か、それは知らなかった。一体、何のご相談ごとか殿のおそばにありながら、のんきなことを言われるものかな。酔いについた飛脚の処女、ご存じないか伺った。きっと、万一の変でもあっては一大事。いずれの道から、 お帰国あったがよいか。それについて心を砕いておるところだ。はははは。いや、その心配ならご無用。殿にはもう決めておられる。えお決めになっておられると上落の檻は血と人数が多すぎて、かえって人目立つ心地がする。帰国の際はほんの四五名がよい。家来どもは家来どもで、じりじりに。 好きな道を選んで帰れと、そのおつもりでいらっしゃる。あぜんとして、一同は、そのままとにかく朝を待った。朝もまだ、ほのぐらいうち、信長はもう支度して、落外を立っていた。池田勝三郎の言葉にたがわず、山伏姿や、その他の家臣、二三十名は、後に残して。随意帰国せよ。 と言っってて別れてしまった。突き従う者はわずかに4人であった。勝三郎はもちろんその中にいたが、最も光栄に感じたのは木下藤吉郎で、彼もその中に選ばれていた。はまりのお身軽。よいのかしら。なお、不安に耐えない残りの家臣組は、大津辺りまで、 見え隠れり、信長の姿を守護していったが、その後、馬屋寺の馬を雇って、信長たちは、さも気安げに、瀬田の大橋を東へ去った。関所の木戸も、いくつかあったが、難なく越えた。信長は、三好長吉から恋受けた、官僚系家人、東国へ下る者、とある、 お来らい手形を、木戸へかかるたび、所領の役人へ出して示した。聞くたより。片田舎の総奥でも、近頃は茶をたしなむ風が盛んであった。あまりに、同流の激しい、そして血なまぐさい世の中なので、 その反面の生を求め、血臭い一時を離れて弱の中に息をつこうという人々の声なき求めと言えるであろう。もともとこれは東山殿の税備と退屈の果てから生まれた貴族趣味のものだったのが、いつの間にかその東山殿の足利文化を過去の殻として、 次の生き生きと伸びかけている僧民のうちへ、極めて平民的に、また生活に即して、日常に愛され、行われるような傾向になりかけていた。道の生活に対する性の一環として、この画境を最も愛し始めたのが、恐ろしく一面に破壊的な、また血生臭い日常を持つ武人であり、 それを見、総奥のひさしの下にまで平民化してきたのは、近頃、もっぱらそれをわざとして、一流一派を称しだした茶草の流れを組む各地の小茶人たちであった。誰に学んだのか、ねねもその茶を一通りはやる。飲むのは好きな父のまたいもんがあるので、一人稽古の空ごとを、 下記の外行く人へ、いたずらに聞かすのとは違って、茶を立てるにも張り合いはあるし、それに朝の静かな生活と、親子のなごやかな微笑みは、瀬戸黒の茶碗にた,たえた緑の泡の湯加減から始まると言ってよいほど、これは遊戯ではなく、生活の中に入っているものであった。めっきり、に庭草が。 ぼくなったの。菊のつぼみは、まだ硬いが。ドレーンから十坪ばかりの囲いを眺めて、マタエモンはつぶやいていた。返事のないのは、炉の前に、ネネの手が、折り伏し、チャビシャにかかっていたからである。湧きたぎる釜の湯から、汲み出されたそれが、茶碗の内へとうとうとう、泉の口でも落としたように、 部屋のしじまを心よく破って注がれると、彼女はにこと横を向いて。い,いえ、もう、表の壺の菊は、二三人ほど、良い香りを放っておりまする。そうか、咲いたか。今朝もほうきを持って吐いたに、気がつかなんだ。花も、武骨ものの軒に咲いては、情なしよと、つれなかろうな。 車線の軽い音が、ネネの指先から、サササ、と掻き立てられている。が、なぜなのか、マタエモンの言葉とともに、彼女の顔には、さっと赤い恥じらいがさして見えた。そんなことに、気のつくマタエモンではない。茶番を寄せる、おしいただく、のん。 ああ、いい朝だ。といった顔つきである。だが、ふと娘をたけやったら、もう、この茶も飲めぬ。冬来れば、冬枯れる。庭物移りなど思いながら、ふとそんなことも考えたりしていた。ごめん遊ばせ。ごふすまの外。こいか。 妻の顔を見ると、又右衛門は、ねねえ茶碗を戻して。母親も、一服立てて与えよう。い,いえ、お後で。見ると、コヒは、乗箱を持っていた。今、玄関に、使いが見えております。というのである。乗箱を膝へ取って、蓋を払うと。はてんの又右衛門はいぶかしい顔した。 殿のおいとこ様、名古屋稲葉の神様からのこれはご書面。何事やらん。にわかに立って口をすすぎ、手を清めてきて情を廃し直した。主君のご一族とあれば、手紙といえども、その人の前にあるのと同じ礼儀を取るのであった。その情を読み終わると、またえもんは妻の顔を見て、 お使いは、お待ちになっておられるのかはい。けれどもご返事は、ご工場でもおよろしいとのことを。いやいや、失礼にあたる。ちょっと、すずりを。はい。漁師へ、一筆して、またえもんはすぐ、使いへ戻した。妻のこひは、手紙の内容が気にかかった。主君の信長のいとこにあたる、名古屋稲葉の神から、 このマシンの家、じきじきに情を持たせて使いをよこすなどは、極めて稀なことである。何の御用であろうな。それは、またえもんにも消せぬらしい。と言って手紙の内容は、至ってのどかな消息に過ぎない。内密の用事でとか、おり入ってとかいう言葉は見えなかった。自分は今日一日、 堀川沿いの環境へ来て、ひねもす読書している。自分の作った菊が、この口実の下に成功を放っているが、大人う人もないのを感じている。あなたのご都合はどうか。もし、おいとまだったら、これだけの文字に過ぎないのである。けれど、これだけの用事であるはずはない。またえもんが、 特に茶に足しなみが深いとか、殊勝な読書士であるとか、風画に取り絵のある男とかいうのなら知らぬこと。我が家の門に咲いた菊さえ気がつかない。弓のちりならすぐ目にもつけるが、菊の鼻などは踏んで通ってしまいそうな人なのである。とにかく参ってみよう。コーヒー、衣装を出せ。またえもんは立つ。 コヒとネネは、マタエモンの左右から、エモンよ、ハカマよと手を添えた。行ってくるぞ。明るい秋の日の下に立って、マタエモンは一度我が家を振り向いた。ネネとコヒが揃って、門まで出て見送っていてくれる。彼の心は珍しく、太平を味わった。乱世の中にも、 たまたまこんな日がある。ゆうこと笑う。ねねやこひも、にこと笑う。すたすたと彼はもう、大股に背を見せて歩いてゆく。弓の衆の同僚の庭や窓から、やーと声をかける人がいる。やあと、挨拶して通る。相変わらず、どこの屋敷も、貧乏と、質素な景色である。しかし、 織田のご家中は、皆、各のごとく即歳だと、又右衛門は一人、祝福して眺めてゆく。貧乏と失踪につきものの小田区さんは、弓の衆の組長屋にもたくさんいて、屋敷屋敷の書き越しには、六月の星であるのがひどく目につく。又右衛門自身が、実施を持たぬせいもあろう。一人の命を娘として育ってきたのが、 ようやく妙齢となったので。やがて自分の家にも葉のような孫のムツがと自然考えられてくる。それは又たえもにとってあまり感心したことではなかった。やがて孫からおじいちゃまなどと呼ばれる日を想像するのは楽しくなかった。まだそうなるには心外なような自分を。 足腰に残しているつもりなのだ。つい先頃の田楽狭間でも、人に遅れは取らぬつもりで働いたが、この先とても、と戦場の地区を、また武功町の筆頭にもなろうことを、決して諦めてはいないのであった。おおいつの間にやら。城下町の堀川沿いに、彼は、 これから訪れようとする人の感がな別荘を見て立った。それは以前小さい寺であったの。信長のいとこ稲葉の神が別宅に作り直した家だった。玄関に備えてある種目を持って保証をつく。取次ぎが現れる。いざなわれて通ると名古屋稲葉の神は又右衛門の早速の来訪に、 ななめならぬ機嫌である。よう来てくれた。今年も戦乱の中だが、菊も作った。後で、菊畑へ出てみてもらおう。などと、かくいもないもてなしである。だが、出筋の人なので、はい、はい、と、またえもんは席を遠くにし、字を低くしないわけにはいかない。それと、何のご用か。 が、胸のどこかで気がかりを持っている。またえ、もそっとくつらいだがよい。敷物も取るがよい。ほい。ここからも、菊が眺められよう。菊を見るは、花を見るのではなく、丹精を眺めるのじゃ。人に見せるは、人に誇るにあらで、喜びをわかって、人の喜びを喜ぼうとするのじゃ。 こういう口実の下に菊の香りを嗅ぐのも群音の一つであるな。まことに。良いご主君を持ったことを我々はこの頃通説に思うようになった。桶狭間の檻に仰いだ信長様のお姿は出世、我らの眼底から消えまいと思う。恐れながら、あの日の恩姿ばかりは お人とは思われませなんだ。武神の権下かと思われました。しかし、おみらわしらも、共にようやったな。そちは弓の少女が、いずれもあの日は、やりたいとなったな。よいにございます。今顔が,が本陣へかかったかすんでに、かのをうかえ、なだれぐってよりましたおりは、敵とも味方ともわからぬ乱れの中で、 首取った、駿河殿撃ったと、わめき声が聞かれました。後で伺えば、毛利慎介殿でおわしたそうな。そちの組のうちに、木下東吉郎という者がおったか、おりました。前田犬千代はご喚起を受けていたみ、ご尽狩りを許されて、勝手働きしたよしでございますが、戦場でも戻ってからも、まだ見かけませんが、 ごさんは叶いましたか可能だ。そちはまだ知るまいが、つい先頃、殿のお供して、京都へ上り、無事帰場して、五条内に勤めている。京都へ殿もお上りとはいかがなわけでございますか今となっては、申しても差し支えないが、わずか三四十のものをお供に召され、ご自身も、東国侍の何気ない熊の詣でと装われて、 およそ四十日余りもお留守であったのじゃ。家中にもすべてその間はご在場の手にしておいたが。ほうほう。またえもんは驚いた顔した。こういう驚きを後で知った家中は皆同じように喫し合ったことであった。とたのか。自身、菊畑、案内して使わそう。促して稲葉の神は縁へ進んだ。 くつぬぎに新しい草履を見た。またえもんはかしづくがごとく、稲葉の神の跡について庭へ出た。菊の作り方について、稲葉の神はいろいろな苦心を話した。双葉から花を見るまでにするには、風雨の朝夕、子を育てるような最新の注意と愛がなければ、などとも言って。そちにも、 ねねとやらゆう、まな娘があるそうじゃが、子供は一人か、と尋ねた。そして、縁へ歩みを移し、また席へ戻ってから、時に嫁に使わす気はあるかないか。一人娘とすれば、他計はやれまいが、向こうを取るつもりかなどと、だいぶ話は立ち入ってきた。ははあ、さては余談のないわ。 ネネの縁談についてのことであったか、と、またえもんは察してきたが、それにしても、出筋のお方からお声があろうとは、思いも受けないことでもあるし、妙画に過ぎた面目とも思うのだった。お尋ねの娘ネネは、実は自分たち夫婦の成したこれはございません。幼女なのでござります。生みの親は、 万州立野から五島寮の愛知朝日村に移り住んでおりまする木下七郎兵家都氏が娘で、一男二女の三人の子のうちの一女をもらい受けて育て上げたのでござります。木下七郎兵が祖先は平章国の孫これ森より入で杉原宝器の神が十代の末村、血筋も正しいものにござります。 親心は、包んでも包みきれない喜びをすぐ表して、流術するのであった。田舎の神は、うなずいて。血筋も去ることながら、何よりは、心映えの良い娘じゃそうな。よく噂を聞く。恐れ入ります。では、どうしても、仮名は継がせねばならんの。御意にございます。 その向こう稲葉が世話いたそうと思うが、どうじゃなはあ。又たえもんは身を折るように額をつけた。何かためらいがあった。この問題に差し迫ると、今なお考え出されたり、処置に迷うものがあったからである。稲葉の神はそのためらいも目にないように、一人飲み込み顔してい 良い婿が一人ある。わしに任せい。悪いようには取り計らわぬが。もったいない、妙がなお言葉さえ。帰宅の上へとくと家内どもにもありがたい良いを伝えまして。相談するが良い。身が世話しようという婿殿は、不思議や、でねがせいかとも同妙の木下東吉郎。そっちも、よう見知ってる男じゃが。え マタエモンは思わずそう言ってしまった。ぶしつけなとすぐ自分の驚き声をたしなめたが、意外とせざるを得なかった。返事を待つぞ。はい、いずれ。と、だけで。マタエモンはその日は、糸まを告げて出た。どうしてとか、どういうわけでとか、問いたさはやまやまだったが。 シ筋の人だけに、ね掘り葉掘りもできなかった。帰ってくると、彼の妻は待ちわびていた。マタえモンから話を聞くと、妻の子費は、マタえモンが即答せずに帰ってきたのを、むしろ何じるよ。大けなされませ。良いお話かと、私も存じまする。縁ごとには総じて、時というものがありますし、こうまでに、 東吉郎殿のお話が重なるのは、よくよく薄くせからの縁も朝からぬことと思われまする。主筋のお声がかりゆえ、読んどころなく使わさねば、などとお考え遊ばさずに、その主筋のお方すら、中に立って口をお聞き遊ばすほど、東吉郎殿には、どこか見どころがあるのでございます。明日にも、どうぞご返事を、先様へなされますように。 どうご、ネ、ね、ネの胸も、一応聞いてみねばなるまいが。それはいつか、あれが申したではございませんか。うんじゃが、あの折の通りな気持ちで、今もいるのかあまり口はきかぬネネでございますが、こうと思い定めたことは、なかなか帰える子ではございません。またえもんの、不正的な取り越し苦労は、一人で相撲を取って、 一人で投げ捨てられたような手持ち無沙汰を覚えた。ここのところ、とんと顔も見せないので、先も忘れ気味かと思っていた東吉郎の姿が、再び家庭の中に、又右衛門夫婦やネネの胸に、目の前の人として大きく浮かび出してきた。明くる日、又右衛門は早速に、名古屋稲葉の神の方へ、 返事に出向いたらしかった。帰ってくるそ操。いや、わからぬもの。案外なお話のすいじゃった。と、ネ、ね、ネに言う。と、妻に言う。妻は、夫の顔色ですぐ外のことを知った。都合よく話が運び、夫の胸も溶けて、ネ、ね、ネの問題に明るい光がさしてきたことを、 共に笑顔へ表した。今日はの、思い切って、どうして稲葉の神様が、ネネの婿話になど、お口添え遊ばすか。そこを、お主筋のお方で、誠に伺いにくかったが、おただし申してみたところ、なんと、前田犬千代から頼みがあって、では、口を聞いてつかまそうということになったのじゃそうな。 犬千代殿から、稲葉の神様へ。ねねと東岐郎殿とをめ合わせてと、お頼みなされたというのでござりますか。何でも先頃、殿様がお忍びで、京へ登られた道中で、話のあったことらしい。で、信長様のお耳にも、ちらっと入ったのではあるまいかと思う。まあ、もったいない。まことに、恐れ多いことだ。 旅のつれづれなどの暇に、命を藤吉郎などが、訓前において、明けすけに、ねねのことども、お物語いたしたらしい。その果てに、しからば、稲葉が仲立ちして、藤吉郎が望みを叶えて取らせよ、と、お声があったものと察知られる。では、命を代殿も、ご承知の上で、その命をが、その後も、 稲葉の神様のもとへ見えて、ぜひ、お骨折りようと、頼んだということゆえ、もうその方の憂いはさらさらない。それでは、今日は稲葉の神様にはっきり、お答えして、おいでられましたかうん、何分、お願い申しますると、言うて戻った。またえもんは、これで内々の心配が、からりと晴れたように、胸をそらした。 妻の子も、ご安心でございましょうが、と、夫の喜びを共に喜んだ。少し離れた板屋の駒では、ネネが今日も針を運んでいた。祖母の台からあるという小袖なども引き出して、小糸を抜いてマリにため、布は一切れ一切れ張り物にかけて、普段の台所着に縫い直しなどをしているのだった。 時折には一人閉じてことを書き鳴らしていることもあった。その古とも意図も久しいので。立ってやらねば、とまたえもんは音を聞くたびにつぶやいたが、まだまだもう一戦して、だらたる敵の首でも上げなければ、新しいことも娘に求めてはやれない家計だった。しかし、 婿が来る。またえもんも、古費も、そう決まると、なんとなく、心せわしい。もっとも、貧しいながらも、その用意はしているけれど、一体、どんなことにしたものか。年は越えて、えろくよ年。戦軍の険しさは、依然たる中である。この一家庭のために、世の中は停止していない。 話は途中でまた遅れて、夏となり、秋、八月となった。すっかり決まると、子の君は、いたちの道を切ったように、耐えて姿も見せなかったが、いよいよ八月三日という吉日、朝の家の長屋に、過食の点は、挙げられることになった。子の君。 はてい、世話しない。時次ろはつぶやいてみた。悪い世話しさでないからである。そのくせ世話しいのは、馬鹿党のゴンや、下費や、手伝いに行っている人々であって、彼自身は万然と、今朝から家のうちや、外をぶらぶらしているに過ぎないのである。今日は、八月三日だな。わかりきったことを何度も胸の中でたらしてみる。 時々、押し入れを開けてみたり、人目に落ち着いてみたりするが、どうも落ち着かないし、何も手につかないのであった。ねねと婚礼する。俺が向こう入りする。いよいよ、今夜のことになったが、なんだか、急に間が悪いぞ。祝言のことが知れてから、彼にも似合わず、家の召使いたちにも、広く、このごろは、照れていた藤一郎であった。 聞き伝えて、近所の細工や、同役の誰彼が、祝い物などを持ってきての応対などにも。いや、もうその、ほんの、内場の祝言でござって、まだまだ、家内などを持つのも、人を早いと存じてはいたが、どうも、先も急ぐので、やむを得ず。などと、顔をあからめながら、言うことは、自分の古見のいいようなことを言っていた。 前田犬千代に譲らせたり、その犬千代からしす筋の名古屋稲間の神を動かしたり、薬器となってついに思いを実現させたことなどは誰も知らないので。聞けば、稲間の神様のお声がかりだそうな。それに、あの浅野の又右衛門殿が婿にと許すからには、やはりあの猿殿にはどこか見どころがあるものと見える。 どうやくはじめ上下の評判は、この婚礼についても、藤吉郎に白をつけた者にこそ慣れ、悪い声は生まれなかった。だが藤吉郎は、そんな修行のよしあしなどはどうでもよい。彼としては、まず第一に、中村の母へ、このよしを報じてやった。自分で飛んで行って、しかじかと積もる話とともに、嫁の素性や、 人柄などについても詳しく告げたかったが、人角のものとなるまでは母も中村で過ごそう。そなたも母に心を取られず、お修大事に使えようと言われているので、まだ、まだ、と流行るあいたさを抑えて、今度のことも手紙でばかり消息していた。母からもしばしば使いが来た。いつの手紙でも、 使いの話でも、その喜びをと言ってはない様子が、合わないでもよくわかるのであった。分けて藤吉郎の心をやや慰めた者は、おいおいと藤吉郎の出資ぶりが村にも知れ、また今度は然かるべき武家の娘と結婚し、しかもそのお女ほどが信長様のおいとこにあたる人と聞こえたので、村中の者の見る目が、 東吉郎の母や姉に対しても、すっかり変わってきたという事実であった。そばにいて母に紅葉もできない彼には、せめてもの安心であり、また、いささか無言のうちに、距離へ示す誇りをも覚えたことであった。旦那様、お串をあげておきましょう。ゴンゾは串箱を持ち出して、彼の後ろに座った。 いやあ、髪を言うのか今宵は向この君、その牛ではなりますまい。ざっとでいい。鏡蓋を開けて立てる。東吉郎は鏡に向かって真面目な顔していた。なかなかざっとでいいこともないらしい。自分でも口いを持ち、しきりと瓶を撫でたり、根を上げようとか下げようとかやかましい。髪が済むと、 庭へ出た。クリアでは近所のサイ君と歌詞たちが行水の湯を沸かしている。門の方にはまた祝いの言葉を述べに来る客の声にゴンゾが慌てて駆け出していく。ああ、日暮れも間近いに。白い湯筒がもう霧畑の小に見え始めている。向こうの君もこの湯は多感であった。 今の彼は大きな喜びの中にあった。大きな喜びに会うたびに彼は中村の母が思い出された。そしてその喜びを共にすることのできない今を寂しく思った。よくを言えば霧がない。世には母のない人すらあるに。一人彼は慰めた。別れてこそいるが母はまだ。 石となっている人ではない。また、こうして別れているのも、母の心は自分をしてご方向に専念させ、自分の考えも五日の代を誓っているからである。お互いに、もうこれなら、という日を待って迎えもしよう。母も息子のもとへ来よう。という楽しい希望のためにであった。俺は、 幸せ者だ。しみじみ、今も思う。幼い時から、どんな逆境に泣かされた日でも、自分は不幸せだという考えは、持った試しのないトンローであるが、今日は分けても深く、それを思った。よく、世間の不遇な人々の中に聞くのは、なぜ人間に生まれたろうとか、こんな厭わしい世はないとか、 自分ほど不幸せな生まれつきはないとか、何でも人間は皆自分ほど不運で不幸なものはないと思っているものらしいが、陶吉士郎はまだかつて世の中を、また人生を、そう見て嘆いた覚えがない。逆境の日も楽しかった。それを乗り越えて逆境を後に見返した時はなお愉快だった。彼はまだ、 二十六である。自分でも前途の多難は覚悟しているが、これから先とてもぶつけてくる困難に別を書く日があろうとは思わない。どんな波でも乗り越えてみせようという覚悟が、強いて覚悟と意識しないでも腹に座っている。そこによ々たる楽しさが前途に眺められた。波乱があればあるほど、この世は、 面白く感じられるのであった。けれど彼は、あれこそ、天下の何にならん。とか、母子と生まれたからには、百世に名を残し、生ける間には、一国一城のあるじとも。なると、よく城内の若者たちが、夜と触ると、衣の袖を託し上げて、ゴーゴーするような、大言相互はしたことがなかった。実際にまた、 考えてもいなかった。彼の願いは、人並みに人たろうとすることであった。彼の誓いはいつも現在の食文に充実に、草利取りとなれば草利取りになりきり、お台所型に勤めれば、お台所用人になりきり、お馬や侍となれば、お馬や物になりきって、その職責を全うするほか、 体のないことであった。その代わり彼は何を務めてもなくてならない人間になっていた。随分誹謗もされ、危ない関係にもかかりやすい彼であったが、いよいよとなるとやはり、なくてはならない彼であるその目を、今は清洲の重心でもたやすく抜き捨てることができなかった。それにまた信長が、 近頃は彼の再刊を認め出してきているので、彼の位置は何と言っても相変わらず低いものだったが、そういう方の憂いはまずなく、安心してご奉公に尽くし得られるという今日の礎はできていた。だからこの折に、ネネとの結婚をしように、中村の里から母を迎えてもよいのであるが、 朝の家の方では、嫁にはやれぬ娘とのことで、その結果、入り婿というので、話はできてい,いのである。その点からも、今はまだ母を呼び迎える時期ではなかった。それに、祖先はとにかく、母は百姓である。その母をして、いじらしい気兼ね遠慮や恥は欠かせたくない。東北郎は、 そんなことも思ったりして、お、一、二年のうちには、と、一人つぶやきながら、行水の湯だらいに浸って、今宵は特別鍛錬に、黒い襟首など洗っていた。行水を浴び、浴衣になって家のうちへ戻ってみると、もううち中は人でいっぱいの混雑である。自分の家か、他人の家かわからない。 何をせわしがっているのか、あれよこれよと、座敷も台所も一つに目を回している。東吉郎はしばし、部屋の隅で顔を追いながら、人ごとのように傍観していた。向こう様の、返しや持ち物は、皆お衣装の上に添えておきなされや。添えておきました。お扇子も、印謀も。噛んだかい声で言いつける。合点する。 駆け回るどこの女房か、どこの女将か、どこの主人か。そう深い縁者でもないのが、皆親類以上、親身になって働いてくれる。お婿様、お婿様の声で、うちも外も持ちきっているのである。おお、お城武の檻の大工棟梁、あばたも手伝いに見えておるな。左官の女房もやってきておる。 墨巻奉行の頃から親しい山の者も,も村の者も,も、なんぞといえば忘れずにみな。墨でポツねんと顔を追っていた婿の君は、そうした人々の顔を思い出して、心の底から嬉しく思っていた。婿入り、嫁取りの古実にやかましい老人も中にはいて、婿殿の草履がす墨切れておるではないか。売る草履ではならん。 新しい草履を目されて、嫁殿の家に着くと、先様の使い目がすぐそれを取って奥へ持って行く。そして今宵は、嫁方の衆床殿が、その草履の片方ずつを抱いておねやるのが、いにしえからのしきたりじゃ。婿殿の足をこうしてとどめまするという足止めの式でな。また、一人の年寄りは、松明の他に試食の用意もしてありましょうな。 裸火にしては持ち歩けのゆえ、消えぬよう、明かりに追いをかけ、嫁君のお家まで持って行く。そして、あちらにも試食のご用意がしてあるはずゆえ、ご挨拶と一緒にその明かりをあちらのものに移し、三日三晩は消えぬよう、神棚に赤々とぼしておくのでござりますぞ。おわかりかの。誰かよう、事のについて行く衆が、 覚えておいてくださらぬとなりませんが。と、我が子を婿にでもやるように親切である。気をもんでくれる。ただ、世話好きとのみは片付けられない。藤吉郎は、母こそそばにいなかったが、母がそばにいてくれるほど、何もかも任していられた。そのうちに表の方で、お使いじゃ、嫁ごから婿殿へ、お式日の、 踏み始めのお使いじゃ。丁重のうちにもどやどやして、やがて薪絵の不箱のふさながなのをこわごわ持った近所の内議が。おや、そういえば、婿のは一体、どこにおいでなされてじゃ。まだ行水をつこうておいでかのう。東吉郎は、縁の端から。これによります。これによります。まあ、そんなところに。と、不箱をうやうやしく出して。 嫁子様からの踏み始めでござります。お武家のことゆえ、古い様式も固く遊ばすものと見えます。婿君からも、なんぞ一筆書いてお返しなさるのが、お作法でござりますゆえ、一筆、おしたためなされませ。何と書くのでござりますかはっはっは。<laughs> <laughs> 内儀は笑うのみで、教えてもくれない。そして、ただ漁師と、すずり箱と、 藤吉郎の前へ持ってきた。踏みがよいとか踏み始めとかいう式は、古い平安頃からの婿取りの習わしらしいが、近頃は戦乱多事な世でもあり、もしまた婿君が悪質なために、当惑させてはなるまいという例もしわしわあって、今は滅多に行われない儀式なのである。だが、足利義満将軍の頃に、 武家の婚礼儀式は、かなり一作法をやかましく定められたことがあって、それが風習となって、今でも家柄の古い武人は、どことなく真似事でもしなければ、気のすまない風がある。婿殿の方は、何もそういうことは、とんじゃくない方であるし、あれ、ばさえ持って言けば、と、簡単に考えていたが、先の浅野又右夫婦は、 それではすまないのであろう。肩のごとく踏み始めの使いをよこしたわけである。さあ、なんと書いてやろう。東吉郎は腕を持って当くした。踏みごとに深く身を入れたということもないが、村の寺小僧にやられているうち、また茶碗屋に奉公中にも手習いだけは人並みにしているので、そう人前に出せない悪つとも。 自信、げはしていない。ただ、文言に困ったのである。そこで彼はこう書いた。よろしき、夜見てそろ。婿殿も、ほどなく参り語らうべく、先は賢く。書いて、それを持って、おないぎお苗木。硯こを取ってくれた近所の細君へ示して尋ねた。 これでいいんでしょうか。サイ君はおかしがって。いいでしょたぶん。あなただって、今のご主人からもらったことがあるんでしょう覚えていませんかその時の文句を。忘れましたね。ははは。当人が忘れるようじゃ、大したことではありませんな。海遣いが帰る。餅がつけたという。立ち振る舞いに、餅を食べる者と酒を汲む者とが、一つ座に集まって、 婿殿、ほぎ生やしたりする。ニラマに、青い布や、赤い布を飾って、その背に、当屋の餅を乗せて、手紙とともに、中村の母へ持たせてやれた。そう、おしたこう。と、婿殿は、これから今回へ来てゆく、晴れの朝上もだ,だの、袴だの、扇子だのを突きつけられた。はいはい。 何事も、鉄剤の女任せに着せてもらう。それを着終わる頃。空に新州八月の宵月がちらと差し、軒場には、角立ちの松明が赤赤と許されていた。引き馬一頭。 槍本、その後から婿殿は新しい草履でテクテク歩いた。先には二三人が松明を持って歩いて行くのである。貝桶だの、屏風箱だの、空椅子だのという華やかな祝言の庭何もないが、鎧椅子一つに衣装箱一つは担わせている。足軽三十人持ちの当時の侍が婿ちとして、 何の引け目もないものであった。引け目どころか、藤吉郎自身は、密かな誇りをすら抱いていたであろう。こうして、今宵世話してくれる者や、共についてくれた者は皆、演者でもなければ、頼んで連れてきた者でもない、進んで自分のことのように、今宵の婚礼を喜んだり、案じてくれる人々であった。 今回の座敷に積んでみせる贅沢な荷物はないが、彼の身はこういう人望を追っていった。弓の衆の長屋は、今宵門ごとに赤赤明かりが動いていた。浅野又右衛門の家一軒の祝い事のために皆、門を開いているのである。片辺にかがりを焚いている家もあるし、試食を持ってわざわざ、 やがて通るであろう、婿殿の到着を、根家とともに、町久しげに、佇んでいる人々もある。こう抱いたり、手を引いたり、近所の顔が、近所のほわかりに、なんとなく華やいでいた。そのうちに、彼方の土から、わらべたちが駆けてきて、来たよ、来たよ、お婿様が見えたよ、 わらべたちの母親は、この名を呼んで、静かに、と、たしなめて、そばへ寄せていた。宵いきの光が、淡く往来に濡れていた。わらべたちの先ぶれが、梅雨払いとなって、それからは、誰も往来をよぎらないことにして、糸を静粛に、ひそまり返っていた。辻が、赤く染まった。 日本の松明が曲がってくる。その後から、婿殿は歩いてきた。引き馬の飾りには、鈴がついていると見え、松虫の鳴く音のように、りんりんと揺れてくる。具足びつ、日本の槍。誰彼と、四五名の友も来る。このお長屋として、そう見苦しいほどでもない。分けて、 婿の君の藤吉郎は、至極神妙の体に見えた。好評ではあるが、着飾らないほどに皆にも整っておるし、一部でひどく悪口言うほど不器量でもないし、再起を鼻にかける男とも見えない。その夜、長屋垣や角辺に佇んで、目の前に通るのを見た人たちに、婿殿の人物を、 どう見たかを正直に問いただしてみたとすれば、一様に皆、こう言ったろうと思われる。当たり前な人や。あれなら、ねねさんの婿殿ののとしたところで、そうおかしいほどでもないがの。女房たちの票も、その辺が代表的なものであったし、近所住まいの侍仲間でも、当たり前の人物、というに一致していた。 要するに、男ぶりもみっともないほどではないが、優れて立派でもないし、人物としても、将来そう破格な出世もしまいが、弓の衆の家へ来る婿殿として不足を言うほどでもない。というところが、周表であった。おつきなされました。婿殿のお入り。メレとトをお迎え申しまする。 マタエモンの家の門辺には、待ち設けていた縁者や家族たちが、東吉郎の姿を迎えて、ひとしきり揺れる明かりに花やいた。婿殿の家から大事に消えぬように持ってきた死食の灯しを、すぐ根家の火がその家の死食に移し灯して奥へ駆け込んでゆく。友と友の間に、 い挨拶が交わされる。婿の君は何も言わず玄関へかかって上がる。靴取り人の下ひがその草履をすぐ取って、これもん家の奥へ大事そうに運んでいった。どうぞ。と、婿殿はただ一人、別の一室に案内された。ここでしばらく待っているものらしい。 東吉郎は、ぽつねんと座っていた。狭い家である。六軒か七軒であった。襖のすぐ隣で、手伝いの人たちのガヤガヤが手に取るように聞こえる。狭い中庭のすぐ向こうが、台所の水屋なので、そこにも茶碗を洗う音や、煮物の匂いが間近だった。 オナコードたる名古屋稲葉の神は、主筋であり、大神に過ぎるので、こちらから辞退して、ご家臣の何がしが夫妻。今夜は、手伝いがてら、見えているらしい。藤吉郎は、往来を通ってくるうちは、さほどでもなかったが、ここへ座ると急に、自分の動機が耳について、しきりと、口ばかり乾いてきた。 婿の君は、置き忘れられたように、いつまでも、そこの一間に、ぽつねんと座っていた。しかし彼は、行儀を崩すわけにもゆかないので、誰が見ていなくても、い義、単然と正していた。幸いなことに、藤吉郎は昔から、退屈ということを知らないたちだった。もとより、これから過食の下に、 花嫁とまみえる実の婿殿として退屈など覚えるわけもないが、それにしても彼はいつの間にやらその婿の実であることは忘れて、あらぬ空想にその久しい間を一人慰めていた。彼の空想は今、途方もないところへ飛んでいた。それは三州岡崎城であった。 岡崎城の後輩が、どう傾くか。これがこの頃の彼の頭にある一番の興味であった。それを考えると、今宵の花嫁が、明日の朝、自分にどういう言葉を言うか、どんな姿で自分に朝の挨拶するだろうか、などと空想するよりも、もっと大きく心をとらわれてしまうのだった。 その、岡崎町は今、今川へ向くかなとも思われ、後藤家に傾いてくるかなとも考えられ、岐路の運命にあるものだった。去年、桶狭間の駅に、今川家が大敗してのち三州、岡崎の松平家というものは、従来通り、 今川家に固んで通すか今川家にも小田家にも属せず、この際完全孤立を表明するか小田家と和境の道を取るかの三つの方策に当面して、遅かれ早かれその一つを選ばなければならない立場に置かれているのであった。 年久しく松平家は、今川家という大樹によって存立してきた雇い木であった。その根幹は桶狭間で倒れたのである。自立するにはまだ力が足りないし、今川義元の亡き後の今川家そのものも、医師の氏真も頼むに足りないものだった。岡崎城は悩んでいる。巷の噂や、 上層部の政策をほのかに漏れ聞く程度の知識ではあったが、道吉郎は非常な関心と興味を持って、ここぞ、松平元康の器量のわかるところと眺めているのである。なぜか彼は、その岡崎の上主松平元康という人に、人一倍関心を持っていた。それは彼が、 諸国を漂白中に、つぶさに、岡崎城の死風だの、よく多年の、寒空欠望や、冷俗的な部別に忍耐してきた、商家の実情を目撃しているせいにもよるが、もっと深い原因は、松平元康の通ってきた、今日までの経歴にあった。一国一条の春日と生まれても、 自分以上に感慨もし不運な人も世にはいる。と、その元安の境遇を人の話に聞いてから深く心を惹かれていたのだった。しかもその人は今年まだ二十歳の若さと聞いている。桶狭間の合戦の折、吉本の先手を受けたまわって、味方のわちず、丸根の鳥で落としたあの手際も良かった。 吉本を撃たれぬ。と知って、夜のうちに、さっと三河へ引いていった、大軍の態度も良かった。織田の陣中でも、その後の清洲でも、元康の噂は良い方である。したがって、よく話題に上る人物だ。東吉郎もまた、その元康の岡崎城が、やがてどういう方向を取るかなどと、 一人、そんな空想に吹けていた。婿殿、コルにおいでか。ふすまが開いた。藤吉郎は我に返った。いや、婿殿の自信に帰って、あ、これは、と、そのまま会釈し,した。名古屋稲葉の,の神の芯で、今宵の名大な高度、庭表造夫婦が入ってきたのであった。 使うものですが、主人稲葉の神様の名代として、出前、丹羽兵蔵夫婦が、おナコード役を務めまする。旦那と、御用仰せくださるように。ナコード夫婦の挨拶である。藤吉郎も一通り、学苦に存ずる。と、えしゃくを返して、勢い、無事のらしく取りすました。ナコード夫婦はすぐ、 演者どものうち、やむなき幼児のため、地産のものがござって、無どのに、いかいお待たせ申し上げてござるが、さらば早速、これにて、ところあらわしの式つかまつれば、残事、それにて、お控えくだされませ。と、いう。ち吉郎はごついて、ところあらわしとは、一体何でござるか嫁方の衆頭、衆止めをはじめ、 お身内の縁者どもと婿殿との初のご対面を取り行う古式でござる。というても、自節柄。またご失踪のご家風ゆえ、ほんの顔合わせのみで、刺したる式作法をいすわけでもござらぬ。と、いう間に、中尾土女房は、おざりませ。と、襖を開けて、次の間に控えた人々を招く。一番先に、 挨拶に進んできたのは、うこの朝のまたえもん夫婦で。よろしゅう。と、これは知りすぎている顔であるが、しきなので、たのごとく挨拶する。見慣れている二人を見ると、藤吉郎はもっと砕けて、頭でもかきたいように手がうずいた。は、何ぼん。真面目すぎるほどな、むこぶりであった。 九子ちが住むと、私は、ねねの妹、親やでござります。十六七の愛くるしい娘が、はにかましそうに三つ指を使えた。おや。危なく、そう言いそうな、藤吉郎の目であった。ねねよりも美人なくらい、綺麗な娘であった。それよりも、ねねにこんな妹があったことを、 彼は今まで知らなかった。真相の過人という言葉があるが、どこにどんな調理の名家があるか、武家の家というものは、いくら手ざまでも奥行きの知れないものだと思った。これはどうも。私がご縁あって参った木下藤吉郎です。よろしくどうぞ。これから兄と呼ぶ姉上の婿君がこの人かと。 親へややは少女らしい目で彼の顔を覗き上げたが、すぐ後からまた演者の一組が。これはねね、親へややの里方のおじにあたるもの、つまり、当家の又右衛門殿の家内、小比女の兄、木下孫部、家定でござる。初めての魚剣、この後は分けてもご実婚に。すぐまた。手前は小比殿の 姉にあたる者の夫、医師の三節と申す者、と、別な一組が現れて言う。同期次郎は、誰が誰のおじやら名やらいとこやら、覚えきれないほどな縁者に一度に会った。多いなあ、死ぬりが。ひそかに、この後のうるささも思われた。けれどまた、にわかに綺麗な妹だの、話せそうな叔父だの、叔母だのが増えたことも、 彼の気持ちを賑わした。身寄りの少ない寡婦の母の手には育てられたが、彼の性格としては大勢が好きだった。大勢で、にぎやかによく働き、よく笑える家庭が理想だった。婿殿、しからば、あちらの修玄のお席へ。中尾夫婦は、こう促して、やがて婿殿を伴って、 今宵の晴れの席。と言ってもすぐ二間越しのそこもそう広からぬ人まであったが、儲けの席へいざなって、婿殿の座るところへ、婿殿を座らせた。水かけ祝い。秋とはいえ奥のうちはまだ蒸し暑い気もする。 8月の夜なのである。窓すだれも軒すだれもまだ夏のままかけ残されてあった。そこへ漏れてくる虫の音と夜風に、探偵の明かりはほのかに耐えず動いている。そして塵一つない婚礼の席は、過食という文字には当てはまらないほどほの暗かった。部屋は八つぼばかりの広さで、 何の飾り気もないのが、かえってすがすがと見えた。こには、すがきわらをのべ、その上に、薄べりが敷いてある。後ろの床には、いざなみの御事との二神を祀って、そこにも、一水の宮かしと、一平の御酒と、三方には、餅やきが備えられてあった。陶吉郎は、身が締まってきた。 そこに座ってから、ひしと考えさせられたことである。これ座るまでも、決して、かりそめごとや、ざれまじりでないことはもちろんだが、その真面目を、一層真面目に。今宵からは、と、夫となる身の責任やら、変わってくる生活やら、また、それに付随する身より、縁者の運命までが、 皆自分とのつながりを持ってくる、不思議なる儀式の中に自分を見直していたのであった。分けても、ネネは好きでならない女性なのである。特に、他へとつぐところをも、ある程度の人力で彼女の運命を自分へ向け直して、今宵の祝言とまでしてしまった女性であった。 不幸にさせてはならぬ。向この座に座るとともに、最初に彼の思ったことはそれだった。男の力で動かせば、動かすにも足りる運命の弱い女、不憫な女、可憐なるものを、と思いやるのだった。ここでは、そう長からぬ間に、やがて敷地は運ばれた。 実にと言っていいほど、すべてが失踪にである。まず、婿殿が着座するとほどなく、花嫁のねねは、物吉の女という世話女郎に導かれて、婿殿の隣へおともなく座る。その装いはと見れば、神には下げかつらをつけて、紅白のクズの寝がけを持ち、 内掛けは白むくの丸すずしに幸い微子の浮き織り、それを諸肩か,から脱いで帯のあたりに腰ばかまのように巻いていた。下のこそでも同じような白の杉布である。もう一重その下に勾配の練り犬を重ねて袖口に覗かせている。また襟元から 胸の守りというものをかけて、それを懐に抱いていた。他には、金砕、原身の飾りもないし、恋、演じや奮闘も凝らしていなかった。かやぶき屋根に、すがきむしろのこの家の矢作りの通りに、記事そのままであった。この中に、人の心を引く美があれば、それこそ、 全く装った装飾の美ではなく、飾らないありのままな生地の美であった。ただ、飾られているのは、そこに取る手を待っている、めちょうおちょうの一対の兵士だった。お久しゅう、めでとう。桃千秋までも、遅いとげなされませ。嫁君、婿み 一遂いいに炭座している前へ進んで、物吉の,の女がこう言いながら女子を取る。仲人夫婦も演者一同もこの席にはいない。皆、ふすま隣に控えているのであった。藤吉郎は逆月を持った。釈人はネネへ取り継ぐ。ネネもちぎりを飲む。 宗吉郎の顔はさすが蒸気して、胸も動悸を覚えたが、ネネは思いのほか落ち着いていた。これからの生涯、どんなに出会おうとも、自ら求めたものとして、親をも、神をも裏まじと誓うような決意が、杯の淵へそっと触れる唇に、可憐とも、悲壮とも、 異様なく見えていた。婿の君と花嫁との逆付き事が済むと、影の間に控えていた中尾戸役の庭表像が。訪れば、松にこと問う、裏風の落ち葉ごろもの袖添えて、木陰の塵を描こうよ。ところは高砂の、岩井歌の一節を、 戦場ギタの錆びた喉で精一杯歌い出した。己の,の松も年降りて、老いの波も寄り来るや、木の下影の落ち葉かく、なるまで命長らえて、なおいつまでか息の松、それも久しき。ここまで庭氷像が歌ってくると、何者か夕顔の花のまばらに、 白い曲がきの外の暗がりで、不意に、名所かな。それも久しき名所かな。と、歌い取って昭和した男があった。表像の祝い歌に、家のうちも近所もシーンとしていた。それだけに、突然ぶしつけに、カキの外で歌い取った男の声も目立った。表像は驚いて、 ちょっと絶句してしまった。身より縁者の人々も驚き顔を見合わせた。無子殿の東吉郎も思わず庭越しに横を見た。飯使いのものであろう。誰だと、そのいたずら者を家の横から叱っていた。すると、カキの外の人影は、なおも猿学能の歌い口調で、 そもそも、これは九州比護の国、阿蘇の宮の神主ともなりとは我が異なり。我まだ都を見ず騒動ほどに、この度思い立ちて上り騒動。また良きついでなれば、晩秋高砂の裏をも、一目見ばやと存じ候ろう。ろ朗うとそう言いながら、男は厚かましくも庭木道を開けて、 中へ入ってくるのであった。つかつかと、藤吉郎は、我も忘れて、花婿の座を離れ、縁先まで歩いて行った。おう、犬千代殿ではないか。婿殿か顔を包んでいた朝の頭巾を払って、前田犬千代は、水掛け祝いに来た。早速の水掛け祝いじゃ。 とってもよいか藤吉郎は手を打って。よくぞ来てくれた。分かってくれ、分かってくれ。友達も大勢え従えて参ったが、よろしいかのよいとも。何の主催があろうぞ。杯は今すんだ。今いからそれがしは当家の婿でござれば。よい婿とったな。ま又右衛ど殿からも一個もらおう。犬千代は柿の外を振り返って。 くがりへ手招きした。おい、方々、この家の向こうへ、水かけ祝いしてくれよ。入りなされ、入りなされ。すると、声に応じて、水かけ祝いしよう。水かけ祝いしよう。と、幾同音に言いながら、庭いっぱい押し込んできた顔を見ると、池田勝三郎がいる。沢木東八郎がいる。加藤矢三郎がいる。 また、旧友岩幕が見える。アバタの棟梁もいる。その他、お馬屋型や台所型の近年までの同僚など、犬千代について、もうすがきむしろの上へ、どやどや、上がり込んで座っていた。水かけ祝いというのは、向こう入りした家へ、向こうの日頃親しい友達らが、押しかけて、 祝う習慣である今夏はこの際、できる限り、これを勘退する義務があり、押しかけ祝いの客たちは、存分振る舞いに甘えて騒いだ挙句花婿を邸上へ引き出して、水をかけて帰る、というのが例であった。いつの時代から流行り出した風習か、花嫁の騒動を打ち、などという習わしとともに、 室町から戦国頃の婚礼には決まって行われたことの一つであった。だが、今夜の水かけ祝いは少し気が早い。普通世間であるのは、向こう入りしてから半年目とか一年目とかに押しかけるのが例なのに、まだ逆月ごとの式が今済んだばかりのところへ。水かけ祝いに参った。 犬千代が、しかも大勢で、んぎの席へゅ入してきたので、これは牢きな、と、またえもん一家はもとより、な大うとの岩表像も驚き呆れるばかりだった。けれど、花婿の東吉郎は、むしろ非常な喜びらしく、よく来た、と席を進め、よう、きこうもか。 珍しい顔へは、愛想などいい。そして、たった今、酒好きを交わしたばかりの、白小族の花嫁を捕まえても、も。ねねとりあえずな、何なりと魚を持て。そしてな、酒だ、酒をたくさんに来れ、と、言いつける。はい。ねねもさすがに、この冬打ちには、さっきから目を見合っていた。しかし、 かかることに驚くようでは、この夫の妻として、生涯そうては行けないものと、早くもわかった様子であった。かしこまりました。すぐ次のまで、花嫁は花嫁の切迫な打ちかけをほどいた。そして、白そでの上に、普段の古式を腰にまとい、たすきもかけて立ち働き始めた。 かような根気があろうか。人までは、奮然と、怒っている演者の声もする。な、なんじゃ、あの手は。まるで終言を荒らしに来たようなもの。どのも、婿のではないか。ねねねね花嫁がなんたること、やめんか、やめい。無理もない、生き通りではある。人類の中には、こういう立腹やが。 必ず一人や二人はいるものでもあった。けれど、それをなだめる身寄りもあり、女たちもいて、口を極めて抑さえている。まあ、まあ。そこを除いて、こうなだめたりまた、大勢のどよめきに、うろうろしたりしているのは、またえもん夫婦であった。またえもんとしては、犬千代と聞いたとき、実は、ドキッとしたくらいであったのが、 婿こうのトーキロとも、はためで見てもすがすがしいほど、仲良くうちいきょうじて語り合っている様子に、ほっと胸をなでおろしていた。戦国育ちの、これからの時代はもっと、どうこの世が、もんどり打って変わるか知れない時世に臨んでゆく若者ばらだ。これくらいのことは何でもない。いや、これくらい骨太でなければ、 むしろ頼もしくないというものだたえもんは慌てている中でそんなふうに思ってみたりしたそしてもう婿と決まった藤吉郎へ無意識にみびいきの目がかかっていた「ねねよねねよ」彼も呼び立てた酒が足りねば酒棚へ走らせてのう 存分にこれ、酒を運べよ。コーヒー、コーヒー。と、また自分の妻を呼び。何をうろうろしているのじゃ。酒ばかり来て、皆様に酒好きが来ておらんではないか。どうせ地層はなくも、生味噌、生ネギ、生生生姜、なんだと、あるがままのもの持ってこい。やあれ、しいや。イルチオ殿、ご一同。ようぞおこしめされた。 呂人も、嬉しゅうおざる。いやあ、またえもん殿よな。お久しいの。犬千代じゃ。一魂、お祝いのお流れいただこう。うん、まいらする。またえもんは鹿と、酒月を持ち直して、犬千代へ刺した。無料な考えが、犬千代のうにもある。最初のうちは、 向こう衆徒となるものは、こう二人のはずであった。縁がなかったのだ。不思議といえば不思議。あくまで縁である。この上はお互いにすがすがと綺麗に。ただ侍同士の付き合いでありたい。命をも祈った。またえもんもそう写しながら逆付きを刺した。万感というほどなものが胸にあっても、 心の内にとどめて、ほのかにしか、色にも、言葉にも出さないのが、お互い、侍同士であった。いやあ、またえもん殿。犬ちよも嬉しゅう存ずる。よい、婿取り召された。心から、お祝い申す。と、逆月を向けて。ねえねえ殿も幸せ。木の下も幸せ者よ。大いに飲ばずばなるまいと。 ここによる大勢どもを語ろうて、押しかけてきた。かむまいか。かまわぬ。かまわぬ。またえもんも弾んで、よもすがらでも、と、受けて飲む。はははは。よもすがら。どうで歌い明かしたら、嫁気味に怒られまいか。すると、藤吉郎が言った。なんの、たくの女房に、そういうしつけ方はせぬ。いたって、 ていじゅうものでもござれば。犬ちは、膝を詰め寄せて、たむれかかり。これ、もうそのような、厚かましいことを言わるるかいや、謝る。かごんかごん。ただは許さぬ。この大敗で。大敗はごめん。小さい方でちょうだいする。なんの、このむこめが、育児のない。いや、ごめん。こらの遊びごとのように、たむれあうのだった。 だが、そんな酒の中でも、藤吉郎は、今夜のみに限らず、常に坊主は飲んだ試しがない。幼少の頃の苦い記憶があって、癖の悪い酒飲みや、無理強いされる大敗を見ると、その酒に、身持ちの悪い養父のちくわみの顔が映って見えてくるのであった。その悪手によく泣かされた母の顔が、すぐ、 思い浮かぶからだった。それと彼は自分の健康の度よく知っていた。育ち盛りを緊急の中に伸びてきた体である。人優れた骨組みでは決してなかった。青年に似合わず、人知れず体を厭うことを知っていた。大会は無敵じゃ。小さいのにしてくれ。その代わりに歌なと歌おう。何 歌うか。返事の代わりに、藤吉郎は、もう、膝をつづみに打ち叩いて、歌い出しているのである。延々五十年、下天の内を比べれば、梅幻のごとくなり、ひとたび賞を得て、滅せぬもののあるべきか。よい、待て。犬千代は、歌いかけた藤吉郎の口を押さえて、 それはおことが歌ではないはずだぞ。我が君がなんぞというと、よく男いに歌い遊ばす熱りの歌じゃ。されば、清須の町人、勇敢をお招きなされて、常々、舞と小歌を遊ばしておられるのをいつの間にか、この方も見よう聞きまねで覚えてしもたのだ。別に乙女歌というわけではないし、歌うて悪いこともあるまい。いや、悪るいあい。 なぜ悪いか。めでたい婚礼の席に、ふさわしゅうない歌を、何も歌うことはない。桶狭間へご出陣の明日、我が君が待ってお立ちなされたという小歌い。これから貧しき我らの若夫婦が世の中へ出る数ちにも、もんざらふさわしくないこともなかろうが。そうでない。戦場に立つ覚悟は覚悟。任嫁を迎えた祝い事は祝い事。 ともしらがまでも、うとうばのようにまで、長生きもしようと心がけるのが、かえって、との武士というものぞ。されよ。ときちろうは、膝をたたいて、実を言えば、この方の望みといえばそこにある。戦となれば是非ないが、あたりはしなし、五十年はおろか、百歳までも、ねねと仲よ、そいとげたい。また言うたな。さあ、前、さあ前。 イルチオの攻め立てるとについて、他の大勢も前、前と生やしたてた。ま、待ってくれ。今に舞うから、今に舞う。生やす友人たちを一時逃れにそうなだめておいて、トキチロは。ねえねえ、酒がないぞ。この調子も、この調子も。おお、これにもない。手を叩きながら、クリアの方へ振り向いて呼ぶ。はい。 ねねの返事だった。調子をもって、いそいそとそれに見え、とウキチに言われるまま、素直に尺もする。客たちへも悪びでない。一座の手を、ただ、呆れ顔に眺めているのは、演者どもや、ねねをいつまで子供としか見ていなかった親どもだけで。ねねの心はもう、夫と一つになりっているし、とウキチもそのニーズマへ。 もう、何の気づまりも、定裁もなかった。犬千代は、さすがに、ネネと表と表を合わせると、持ち前の多感な血が、酒の気と共に、顔へ出てくるのを、どうしようもなく。これは、ネネ殿であしたか。いや、今宵からは、木下殿のご内室。改めて、ご祝儀な妄想。と、逆付き代を。 彼女の前へ送っていった。誰も彼も友達どもは隠れ物を知っておることよ。今更おもぶせに言いごもっておるよりは、さらりと胸の内を申してしまおう。お、木下殿。何かしばしおない意を拝借申すが。ははは。さあ、どうぞ。よろしいかさてしからば、ねね殿、聞いていただきたい。 一時は世間の口の端にも言われるほど、犬千代はあなたが好きであった。今とても変わりはない。ネネ殿は犬千代が好きな女性のお一人でござる。急に犬千代の言葉の節は真面目になっていたのである。さらきだにネネの胸にもひたずまとなったばかりの感傷がいっぱいであった。今宵ですぎる 娘時代のうちの一人の男性として、犬千代のことは、この先とも、思い出の中から、覗ききれるはずはなかった。ねねの乙女心と、よく人は、危やうげに申すが、あなたはよくも、この東吉郎殿を見立てなされた。恋というも愚かなほど、好きで好きでならなかった恩よ。 この命をが、木下殿へ譲ったのも、実は、あなた以上に、わし自身、木下殿の人間に惚れたからでござるよ。されば、男が男に、恋の引き出物として、あなたに、のしをつけて、彼に与えもした。というては、品な物のようにするようじゃが、男とは、そんなものよ。はははは。 いや、そうじゃないか、木下。んおうん大方、そんなお心ねかと遠慮のをもろうたのだ。そうとも、こんな良い妻、遠慮などしたら、みそこのうた男と、犬ちよは、帰って下げずむぞよ。おことりは、にょぼうぞ。馬鹿をもせ。はははは。は。何せ、嬉しい。のう、木下。 お主とは人が生涯付き合おうが、かかるうめでたい夜はあるまいぞ。うん。あるまいな。おなこうどの名大どのには、いずれ退散してしまわれたか。ねねどの、そごらに、小包みはないかござりまする。命代が、小包みをいたせば、誰ぞ立って、こうわかまいなと、でんがくまいなと、人差し回しゃれ。木下殿 話せぬ男で、まだ舞いはよう舞わぬそうな。では、お先をに、私が、不つつかな舞を、ひとさし、お目に入れましょう。取ったのは、花嫁の、ね々なのであった。犬千代や、池田勝三郎や、その他の豪の者も、これには、あっと目を見合った。舞を舞うということは、 その時代にあっては、さして物改まってすることではなかった。日常生活の一つとさえ言えるほど、折に触れ、ことに触れ、舞を舞った。武家の死女なら、たしなみの一つをすら言えるほどだった。分けて田楽舞とか高赤舞などは、武家の間に好まれた。天閣和尚が武田信玄から、 信長の好みは何かと、枯れた折、信長殿の好きは、毎と、小豚いなそうでおざる、と、答えたという話もある。その信長は、清須の町人で、勇敢というものを、時折城内へ召して、舞いを見たり、自信待ったりした。また、もっと後のことであるが、安土の総賢寺で、 家康に大凶をしたときも、高若や梅若に舞を回せ、梅若が不出来であったというので、信長から楽屋へ、舞い直せと、叱りにやったなどという例もある。生きるにつけ、死ぬにつけ、武人が舞を舞った試しは、その頃の話にも数え切れないほどある。家康が、 高天神の城を囲んだ時に、上昇の淡田行部が、今生の思い出に一刺しまいたい、と買うと、優しき心よ、と許して、行部の舞う高若舞の高建を、敵も味方も見た、などということもあった。天正十年、秀吉が中国の高松城を水攻めにした折も、 五条五千の部下の命に代わって、濁水の古心に一周を浮かべ、両軍の見守る中で切腹した清水長左門宗春も、敵の秀吉から送られた一たるの酒を汲んで、見おかしい人々、と、物の府の死霊を笑って、聖願寺の曲を一差し舞い、舞い終わるとすぐ船のうちで吐服したと、 後の世までの語り草に伝わっている。それとは違う喜びの溢れからであったが、ねねは犬千代の小包みに促されて、一線を開いて立つと素直に、高馬家のうちの源氏者を一節待った。できた、できたと自分が待ったように手を叩いたのは、婿殿の東吉郎であった。 だいぶ酒の回ったせいもあろう。蝶に浮いた人々の勢いはやまない。誰が言い出したか、菅口へ押し寄せようではないかという。菅口とは、清須の宿駅で、一番明るい、高等の地股である。稲というような理性家は一人もいそうもない。今宵の婿殿たる、東吉郎からして。よし、参ろう。 真っ先に腰を上げたものである。呆れる縁者たちを無視して、水かけ祝いに来た連中は、それも忘れて、婿殿の首にかじりついたり、腰を押したり、手を振ったり、よろめいたり、嵐の去るように、婚礼の席から、どやどや出て行った。いい年や、嫁ごりょう。演者たちは、取り残されたネネの心を思いやって、 彼女の姿を探したが、今待っていた新妻はもう見えなかった。門のつまどをして外へ出ていたのである。そして、良い巨じた群れに囲まれてゆく友達の中の夫を追って。行っていらっしゃいまし。藤吉郎の懐に彼女が差し入れた金入れの巾着が残っていた。それもわからないほど、 酔っている婿殿でもない。しかし、それではっとしたりするほど、うぶな婿殿でもない。流れる水のままに、押されていくように、東吉郎の降る手も首も、大勢の友に包まれて、赤いよぎりの彼方へ薄れていった。いつも、城内の若殿原が押しかけては、主人を囲む、 布川という茶屋がある。この菅口の古駅に、小田家や柴家などの領主よりも以前から住んでいる、坂秋内の老舗から転嫁して、茶屋になったものというから、その矢構えの古さも、間の抜けたほどの大まかさも知るべきであるが、清須の若殿のバラには、それが気に入って何かといえば、布川へ参ろう、布川へ。 酔うとすぐ、上ごとのように、誰の口からとも出てくるのであった。もとより東吉郎も、再三ならず、布川になじんでいる。いや、こういうところに集まる時などは、彼の顔が見えないと、茶屋の者も,も友達も、一本の歯がたらないような物寂しさを覚えるのが常で、何かの行き合わせで、彼を誘わずに来ても、 とどのつまりは、木下へ伝えてやれ、使いを走らせろ。と、仲間の中に彼の姿を見なければ、なんとなく収まらないくらいなものであった。その陶器士郎が、今宵は花婿となったことである。平城の主戦場でも、酒をあげて疲労に及ばずばなるまいと、これは酒の回っている頭で思う常識で、 わいわいと、その家のカの連まで、押しもんできたのである。そして、池田勝三郎やら、前田犬千代やら、知れないことだが、女の連から、大友の家へ。やいやい、布川の女どもも男どもも、馬場どもも、皆これへ出て、出迎えぬかやい。三国一の婿殿な、ひっつれて参りつるぞ。花婿な誰と思う 木下東吉郎と何言う男じゃげな。花嫁な誰と思う清須の小町と言われる弓長へのネネ殿じゃげな。さあ、祝い祝い、水かけ祝いじゃ。足元の危ないのが危ないのへ絡みつく。東吉郎はその中に揉まれたまま、土間のうちへよろめき込む。あっけに取られた茶屋の者もの、もやがて、 ことの次第が分かって笑いどよめいた。祝言の酒きをくんでいる席から、婿盗みをしてさらってきたのだと聞いて驚きもした。水掛け祝いという習わしはあるが、それでは婿さらいじゃと腹を抱えて、婿との珍しげに眺め合う。藤吉郎は逃げるように座敷へ駆け込む。暁までも、 向こうを虜にして返すなと、いたずら好みの友達は演座を作って、酒、酒と、せっかちに呼び立てたりする。そうして、どれほど飲んだろう。また、何を歌ったり、まったりしたことか。わきまえているものは、ほとんど、幾人もなかったろう。やがての果ては、肩のごとく、手枕、大の字。 思い思いの寝相をして、そこの広間に酔いつぶれていた。夜も吹ければ、しんと秋の味がしてくる。八月の庭もは、もう秋草だった。酔っ払いたちが静かになると、虫の音が巣だき始める。草の根にまで、白い夜露が降りていた。おや、犬千代が、 ガバと突然顔を上げて見ました。見ると、東吉郎も首を上げている。池田勝三郎も目を開いている。目を見合わせながら、お互いの耳を尖らしていた。ニアもを超えた往来に聞こえるのである。カツカツと、深夜のしじまを破って通る、くつわの響きで目を覚ましたのであった。はての。 何であろうだいぶなニズだが、犬千代は何か思い当たったように、旗と小膝を打っていった。そうだ、先頃、三河の松平元康のもとへ、使者として渡られた滝川一松殿が、ちょうども帰られる頃、それではないかなそうだ、織田家に着くか、今川家によるか、三河の後輩も、お使者は胸にたたんで帰られたはず。 後から後からと、皆目を覚ました様子だが、それも待たず三名は、布顔を飛び出した。そして、先へ行く靴輪の音と、一軍の陣馬の影を追って、城門の方へと駆けていった。灰岩前線。滝川左近の将軍カズマスが、三河へ使いに立ったのは、 去年、桶狭間の戦いの後、これで、行くたびか知れないほどであった。その任務は、三河の松平元康を解いて、小田家と提携しないか。という外交的な重大使命を帯びてであることは、もう隠れもないこととして、清須には一般に知れ渡っていた。元より三河は、昨日まで今川家に、 隷属していた弱国である。尾張は小なりといえども、兄弟、今川に致命的な一撃を与えて、天下の群雄に、現代に、信長というものあり、と強く記憶させた。信仰の反力と、勝ち戦の意気を持った領土である。締結する、連盟すると言っても、自ずから、小田家はその優位の上において、 松平家を参加へ誘おうとするのであって、そこに難しい外交の呼吸もある。だが、終わりにその駆け引きがあれば、三河にもまた図るところがあるのは当然だ。弱小なれば弱小であるほど、毅然たる態度も必要とする。組みしやすし、と見られたら、何の提携の使者など立てて、 手間暇かけている隣国であろう。一挙武力の平丼があるばかりである。しかも実情は、吉本の死後、三河一国は今や死活の分かれ目に立っていた。氏猿によって今川加担を続けてゆくか。この際、それと絶縁するか。そして、織田家とは、 祝年の国境に再び争奪の戦いを繰り返して、孤立三河から現在の苦境を打開した方がよいかそれとも、織田家がしきりと低迷を誘うてくるこの機会を掴んで、行動を図るべきだろうか岡崎城では、この儀、いかにと、行くたびの表記。 幾度の使者の交換、議論、検索などが行われてきたか知れなかった。その間にも、今川氏真と三河与党との昇格戦、織田家の出城と三河方との出先の小競り合いなどは、もちろん、やむ間もなかったし、それがいつ大きな発火点となって、両国の運命を落とすものとなるか、決して、 予測はできなかった。小地ものないかなと、待っている国々が、織田、松平の他に無数にある。美濃の斎藤、伊勢の北畑、甲州の武田、駿河の今川氏真。不利である。松平元康は戦う気はない。織田信長も、 対象の清いに任せて、三河と今戦うことの具をよく知っている。とはいえ、戦いたくない。顔は示すべきでない。こちらの足元を見せたら図に乗るのだ。一戦も辞せず、としての外交でなければならなかった。その外交も彼の入れやすいようにしてやる必要があった。 三河武士の考骨と我慢強い性質を知っているので、その底面を十分に考えてやることが大事であると信長は思った。水野下付の神信本は、下軍の小川を漁していて、これは織田ばっかだが、血縁から言えば三河の松平元康のおじにあたるものである。信長は、 その水野信元へ、そちからも解け、と言ってある。信元は意を含んで、岡崎を訪れて、元康にも会い、三河普大の石川、本田、天野、恒力などの初心にも会って、側面から要因に努めた。正面、側面のあらゆる外交的誠意が、 ようやく、三河一般を動かしたと見えて、先ごろ松平元康から、その義について、明確な返答のある良しが伝えられてきたので、滝川一正は、その迷惑が、整うか、不調に終わるか、最後的な返答を受け取るために、三河へ使いして、そして今宵、帰り着くと、夜中ながら、 すぐその足で清洲城へ入ったものであった。カズマスの通称は、小右衛門といった。小田方では一方の部隊長であり、鉄砲に詳しく射撃の上手だった。が、信長は彼の射術よりも彼の最地をずっと上に認めていた。雄弁家ではないが、 彼の順々と物言う弁才は、非常にもっともらしく聞こえるのが特徴であった。真面目で、常識に富んでいて、それでなかなか目端も利くのである。もって外交の章に当たらせるには適材であると信長は見てい待っていたぞ。深夜であったが、信長はもう出座していた。ただいま。 戻りました。カズマスは、旅装もそのまま、平服していた。こういう折に、汚れ果てた旅装のまま、訓前に出ては、ご無礼に当たる。などと思い過ごして、衣服や髪を整えたり、汗の匂いなど洗い消してから、さてと午前へ出たりすると、花見の使いに行ったか。 などと、頭から不機嫌な叱りを受ける例を、まま同僚に見ているので、うまくさいみなりのまま。ただいまと、喘ぎも止まらぬうちに両手を使えたがよいのであった。その代わりに、信長もまた、指針を長く待たせておいて、悠々と出座するなどという試しはめったにない。どうであった 待ち構えていて、こういうのである。その答えにもコツがある。よく使いにやられた者が戻ってきて、その任務の返事をするのに、あれこれと途中のことやら使用の問題ばかり長々と言っていて、肝心な使命の結果は、整ったとも整わないとも容易に言わない癖の家来がある。 信長はひどくそれが嫌いで、脇道の話ばかり答えている指針には、はためにもわかるほど、眉にイライラと嫌な気色を漂わせる。それでも気づかずに無駄を言っていると、用事は、用事は、と注意する。ある時、信長は、自身たちへそのことについて、こう語ったことがある。 使いを立てた出先の用事が、守備よいか不守備か、松見は暗示ておるものじゃ。いらぬ仕様の話はあとにてたせ。主人の前へ覆面に帰りなば、口を開く第一に、お使いのこと、整いましてござりますとか、お使いの儀、残念ながら不調に終わりましたとか、肝心の結果を先に申しつけて、それよりゆるゆると、 各格の司祭とか、先方の話とか、何なりと予断いたすが良いものぞ。彦右衛門和正もそれは伝え聞いていたし、今度の重大な外交に選ばれて使いしたほどのものであるから、信長の姿を仰いで、一礼するとすぐ先に行った。信長は、その水野のんもとへ、 殿、お喜びくださいまし。三河殿と和卿の儀、ついに整いました。しかも、ほぼ五島家のお望みに近い薬場のもとに。できたかはい。一決いたしました。そうか。信長は当たり前な顔をしていたが、言葉の裏で彼の心は息づいていた。 なお、最目にわたる過剰は、多日、鳴海城会見の場所として、手前と松平家の石川和正殿とで出会い、談合を棘と訳して立ち返りました。しからば、三河殿はじめ、家臣一等にもはや、当家との和名に依存なく、将来の連携を訳されたというか、良いにございます。 大義だった。ここまで聞いてから、信長は初めて、彼の牢に、一言のねぎらいを言った。君診の間に、つぶさな報告から、余談などが交わされたのは、それからのことであったらしい。滝川一益が、午前を下がって、下城していったのは、もう、夜明け近くであった。その、夜明けの尾行が、 すめっしょ、武者だまり、はざまろうか、馬屋の隅々にまでこぼれ渡った頃にはもう、後藤家と、三河殿との和名が成立したそうだ、という噂が、明るい朝の顔と顔との間に呼び交わされていた。近くまた、両家の代表が、鳴海城で会見を遂げ、正式に調印の上で、 アクルトシ、英六五年正月には、岡崎の松平元康が、この清洲城へ初の訪問をして、信長様と対面あるだろう、なるという内々の疑も、ひそやかながら、いち早く、家中には知れ渡った。やらい、菅口の遊びの出先から、気乗の使者を認めてそれを追いかけ、城中の一室に来て、 じっと座り詰めたまま、主君、信長の気持ちと一つに、三河との和戦はいずれに決まったかを、固唾を飲んで待っていた、前田犬千池田勝三郎、沢木東八郎、その他の若侍の面々の中に、ゆうべの婿殿の東吉郎も、もちろん混じっていた。喜びめされ。沢木東八郎は、故障組なので、 君則での話を、いち早く誰かに聞いてきて、しかじかじゃ、と一度へ告げた。決まったか。およそはこうと、予きされていたことではあったが、決定とわかると、誰の眉にも、一層の明るさと、前途への息が満ちて見えた。これで戦える。誰かつぶやいた。家中の気持ちは、 戦いが逃れられるという意味で、三河との同盟を大賛しているのではなかった。別な敵へ、全力を向けて戦うことができるために、背後の一国、三河との締結を心から受け入れたのであった。よかったな。ご分の良さ。三河のためにもだ。まず、めでたい。刻々と 方向の動いていく時世に対して、敏感に気有を先にするのは、何と言っても、こうした、若い人々の仲間だった。そうと、お医者の結果を知ったら、なんかこう、急に眠とうなってしまった。考えてみると、夕べから寝ていない。祝福し合う声の中で、一人が言うと、藤吉郎が大きな声で、わしは違う。 それとは、べこびだ。ゆうべもめでたし、けさもめでたし、こう、喜びが重なっては、もう一度、すがぐちへ立ち戻って、新しく飲み直しとなった。すると、池田かっさぶろうが、嘘を申せ。帰りたいのは、ねね殿のもとへであろう。やれやれ、しょやの嫁ぎみは、いかによう、う赤しつろう。からかうおについて、はははっは、木下殿よ。 いらざる我慢な無駄にそうろうぞ。きょう日ち日お役のおいたまをこうて、帰ってはどうじゃ、待つ人もあるに。僕の。藤吉郎は、わざと力む。友もどもが笑うのを承知の上である。どっと、朝ぼらけの交渉が、廊下へ流れ出た。とうとうとう、お城の上では、太鼓が鳴っていた。おのおの、 役目に従って、その働くところへ、急いで別れ去ったのであった。ただいま戻った。広くもない浅野又右衛門の家の玄関であるが、藤吉郎が立つと大きく見える。声が高いし、様子が明るいからである。あら。 式台でリをついていたネネの妹の親やは、目を丸くして彼を見上げた。客かと驚いたのであるが、それがゆうべの婿殿で、姉の新郎様とわかると、くっくと笑って奥へ駆け込んでしまう。はっはっはは。東吉郎もわけなく笑った。妙におかしい心地なのである。 修玄の席から友達と飲みに出てしまって、そのままお城勤めを済まして今帰ってみると、また夕べの修玄の時刻に近い黄昏なのである。もう今夜は門に庭火はたかないが、三日の間は何のかぬと内輪の式事や客往来の習わしがあり、今宵も奥は宝客の声に満ち、玄関には履物の数が、 多く見える。今戻った。快活に婿殿はもう一遍奥へとなった。クリアも客間も紛れているため誰も出迎えに出ないからであった。陶器四郎は思うのである。もう昨夜から自分はここの婿である。衆渡後を除いては主人たるものだ。出迎えの揃わぬうちは上がるまい。 ねえねえ、今帰ったぞ。袖書きの彼方の台所らしい方でびっくりしたように、はい、と優しい返事が遠くした。それとともにむしろ何事かと疑う,うように、またえもん夫婦や、親やや、演者の者や、飯使いの小侍などがぞろぞろと出てきて、彼の姿にちょっとあっけに取られた顔をした。 ネネはそれへ来ると、水しわざしていた腰ばかまを急いで取り外し、端へ座って、お帰り遊ばしませ。と、指を使えて出迎えた。それを見て、他の者も慌てて、ほもどりなされませ。と、一度に揃って頭を下げたが、もちろん、またえもん夫婦だけは別である。この場を眺めに出たようなものだった。うん。 ねねへ向かって、また一同の頭に対して、藤吉郎は一つうなずいた。そして、箱団を上がってずっと入ると、今度は地震から舅の前へ人間に辞儀をして、ただいま戻りました。今日はお城にも何事もなく、ご主君にも終日ご機嫌よく渡らせられました。と言った。実は舅のまたえもん、 やらいからにがりきっていたところなのだった。演者の手前、また、ねねの身にもなってみよう、と、言い放ちたいくらいな心中だった。のめのめと戻ってきたら、逆には不定祭でも、頭から一括はこらえきれまいと、自分でも覚悟していたほどだったが、帰ってきた顔を見ると、何の屈託もない明るさで、しかも自分までを、 玄関へ出迎えさせた。腹も立たない。と、呆れ顔から吐いを漏らしていると、まず第一の挨拶が、今日一日のお城の無事と、主君の消息を告げることであったので、立義なまたえもんはそれに対して、おう、と、思わず座り直し、今お下がりか。お勤め、大義でおざった。 腹の虫が言いたいこととはあべこべに、そう言って彼をねぎらいなどしてしまった。その夜も遅くまで、婿殿は酒の席を取り持っていた。一通りの祝い客は帰っても、演者の中には住まいが遠いために、泊まりとなる幾組もできる。新妻のネネも、飯使いの疲れ顔に、奥や台所の用事から、 離れることもできず、藤吉郎はやっと家に戻っても、二人きりでいる間は愚か、笑顔をかわす暇もなかった。夜も、ようよう吹け沈み、主席のものも勝手に下げて、明日の貸しぎを指図したり、酔いしれて眠った客の演者たちの枕辺をも細かに気配りして、ほっと、 タスキを外して我が身に帰ると、どうはそがしたであろう、と初めて自身の夫となった人をそっと探した。二人のために語らうべくあった一室に演者の白髪玉だの連れ子などが三組も出ていた。酒盛りしていた部屋にはまだ彼女の父母と近親の者が囁きを漏らしている。 どこに濡れ縁をさまよっていると、傍らの明かりもない小物部屋の中から、ねねかと呼ぶ。夫の声である。ネネは声が詰まってしまったが、返事はしたつもりである。胸が動機するのだった。婚礼の逆付きをするまでは、そんな心地は覚えない人であったのに、ゆうべからは、 東吉郎の顔へ、瞳も向けられなかった。お入り。東吉郎は言う。ねねの耳には、まだ起きて話している両親の声が聞こえる。立ち迷うている間に、ふと縁先の帰りの燃え残っているのが目についた。彼女は、帰りの器を持って、そんなところに、 おやすみでございましたか。かかおりましょうに、と、こわこわ入った。床むしろへ、じかに寝ていたのであった。とうきちろうは、むっくり起きて。おお、ここ。なるほど、いる。お疲れになりましたろうそなたこそ。いたわって。演者どもは、しきりと自体しぬいていたが、まさか、目上の年取ったお方たちを、 しも部屋へ寝かせて、そなたとわしが、勤病のうちにも休めまい。無理に、子連れのおばや、ご老人など、あれ、お寝かし申したのだ。でも、夜のものも召さずに、そんなところで、お横になっていらっしゃると。大丈夫立ちかけるねねを止めて。わしの体は、知恵も寝たし、いたどこにも。 貧しいには鍛えられている。と、少し膝を正して座り直した。ねえねえ、もう少し前へ。は、はい。言うておこう。まだ二人はこうして厳粛だ。このおごそかなきれいな気持ちも、夫婦の礼儀も、時たつと亡くなってしまう。どうぞ、不自つかなところ、何なりとお叱りくださいませ。 女房は新しい飯筆のようなもの。誰やら言った。使い込まぬうちは気装うて役には立たぬし、古くなればたがが外れたがる。だが、夫も夫だ。時より反省いたそう。長い生涯、お互いが人間、お互いが単焦だらけで、ともしらがまでも添い遂げようというのだから。 これは、容易な技ではない。そこで、今のような気持ちのうちに、誓いを手ておきたいと思うが、そなたの胸はどうかなはい。どのような誓いでありましょうとも、必ず、守ってまいりまする。明席に、ねねは答えた。座り直したト吉キチも、真面目そのものであった。少し、 怖い顔ですらあった。だが、ねねは、こういう、金言な顔を、初めて見たことが、かえって嬉しかった。まず、夫として、妻へ望んでおくことから言おう。はい。わしの母だ。祝言の世間には、お迎えもさなかったが、わしが妻をめとったことを、天地の間で、誰よりも、誰よりも、 かけながら喜んでいて暮らされているに違いない中村の母じゃ人だ。はい。やがては一つ家庭に、そなたも共に住むことになるが、夫の世話は第二でよろしい。母上の公用を、母上のお喜びを、第一としてかしづいてもらいたい。はい。わしの母は、 侍の家には生まれたものの、わしの生まれる前からずっと中村の水飲み百書。わしを頭にたくさんの子を貧乳の中にお育てなされ、子を育てることと貧乳を切り抜けることの他には、冬の布子、夏の育て一枚、自分の身にする楽しみやお暮らしは何一つなく過ごしてこられたお人じゃ。 だから、世間の知識にも疎うとく、言葉もひなび、礼儀作法とか、付き合い事にも、とんとくらいが。そうした母にも、そなたは、嫁女として、心からかしづいてくれるかいや、うやもうて、襲いできるか。できまする。お母様のお喜びは、あなた様のお喜び、自然できることと存じまする。 そなたにも健在な両親がある。わしにとっても同様に大事なお舅と方だ。わしはお前に負けないで孝行を尽くしてあげる。嬉しゅうございます。そうじて一家を持ったらば、夫の気を喜ばせようために、夫の見回りばかり気を取られるな。軽くしておくくらいでも愛情は自然に通う。人目には。 それで程よいもの。夫の母とか姉とか、召使いとかには、勤めても、なお足らぬものだ。ことにわしは、家に、母上の笑顔があり、家族どもが皆、危機として暮らしていてくれれば、何よりも、自分も楽しいことと思う。至りませぬが、せいだして、そういう家庭を作りまする。それから、 もう一つ、わしへのことだが。はい。さらめしいそなたは、嫁ぐ日までの教養として、政府の鏡となるよう、おしゅうと殿からもやかましい定金を数々教え込まれておろうが、この夫はそう気難しゅうはない。そなたに頼んでおくことは、ただ一つだ。それは それはだな。夫のご奉公、夫の仕事、すべて日常のわしの働きを、妻たるお前も、ともども、喜んでくれればいい。それだけだ。優しいことだろうしかし、優しくない。年月長く慣れすぎた夫婦を見、夫が何を働いているか知らぬ妻、夫がいかに、 喜ばせようと苦しんでも喜べない女房どもが、気配にはないが、体心型の奥ほど多い。そうなると夫は一つの張り合いを失う。天下国家のために働こうという男も、家にあっては小さいもの、哀れなもの、弱いもの、分けて我が妻に喜ばれるのが張り合いだ。喜んでさえくれれば、男はまた、 明日の戦場へ、勇気づいて出て行こう。ま、内助とでもいうことかな。かしこまりました。ところで、今度はそなたからわしへの望みも聞こう。言うてみ、わしも誓う。そう聞かれても、ネネは何も言えなかった。黙っていた。妻が、 夫に欲するもの。その他に望みが言えるなら、わしが変わって言ってやろうか。藤吉郎の言葉に、ねねは、二コとうなずいてみせた。そしてすぐまた、差しうつむいてしまう。夫の愛ではないか違うかい,いえ、変わらぬ愛だろう。え、よい子。 産んでくれ。ネネは、おののいていた。食があったら、その顔は、炭のように、燃えていたろう。三日の、内祝いが済んだ、次の日である。演者周りの第一に、彼と新妻は清掃して、この旅のコンにに、コードの声がかりを賜った。 主君のおいとこ、名古屋稲葉の神を堀川の屋敷に訪ねて、これが、その妻のネネで、お目にかけに参りました。と、挨拶を述べた。見比べて、見合いものじゃ。と、稲葉の神は世辞を言った。若木の新しい世立ちを眺めるのは良いものであった。稲葉の神も大いに満足して、 酒など与えてもてなしながら。う女おぞう、喧嘩すな。などと言った。少しようて。また参りまする。東吉郎夫婦は下がった。それから二三ま回った。今日の清すの町は自分たち二人に目を集めている気がした。ネ、ね、ネのわしい姿に振り向く往来人に。 若い夫は、むしろ、好意を持った。そうだ、おじさんの家へも、ちょっと立ち寄って行こう。足軽町の横へ入った。足軽の子は、足軽の子らしく、この辺、わいわいと、道着や、わらべ歌に満ちて、道を妨げている。おじさん、いますかやれ気どを押すと、ひばんと見えて、へちま棚の下で、 手作りの竹傘に漆を塗っていた音ばかが。お、さロ。言いかけたが、慌てて自分の口をたしなめ。ト吉郎か。そばを連れてきました。目をかけていただきますよ。何を言うこちらこそじゃ。弓の衆の浅野様のご足場。これ、ト吉郎、我は過も者だぞ。 お衆と様方にも、あかれるようにせねばならんぞ。おとわかは、真実そう思って、言い聞かせているのである。わずかん年前だ。ここのがわへ、よろばいよって、はりうり姿の木綿布ち一枚、それもたびやかに臭いほど汚れたのを着て、幾日も、飯を食べないような、すきばらを抱かかえ、飯を与えると、 ガツガツと橋を鳴らして食べながら何か夢みたいなことを訴えていた。どこへ方向にやられても腰の落ち着かない困りものと聞いていたのでそっけなく追い返したが、その追いが、この猿が、どうしてまあ今日のような身になったか。音若は目の前に置いてみていても信じられない気がするほどであった。 だから、今度の婚礼でも。家宝のほどが恐ろしい。とさえ、真実、真になればこそ、藤吉郎のために口をすくして言うのだった。まあ、ともあれ、むさいうちじゃが、上がってくれ。い。慌てて奥の女房にも告げ、自身、案内に立ちかけた時であった。かきの外で、誰か、 ジンブレ、ジンブレでござるぞ。ご用意あって、すぐ、おかけつけあれ。と、怒鳴って、その声は、隣から隣へと駆け伝えていった。お、飯の触れじゃ。デブレの会が、寄せ場の方で鳴っている。おいの新郎と新婦を導いて、家のちへ入りかけた主の音若は、そのまま、土間口に立ちすくんでしまっている。 その後ろに、東吉郎も、佇んだまま、遠くで鳴り出した貝の音や、近所の物声に、しばし耳を澄ましたが、おじごう、と、急に呼んで、飯ぶれでしょう。すぐお支度をして、寄せ場へ駆けつけなければなりますまい。うんまたにわかに、戦へ駆り出されるらしい。らしい、などと、流暢なふれではありません。すぐ、お出かけなさい。手前もこれで。 失礼いたします。せっかく、水間を携えて、見えられたものをな。何の、ご新尺には。すまんが、それではまた。こうした世の中、いずれ戦からお帰りにでもなったら、日を改めて伺います。生きて会えるかどうか。はははは。変起でもない。門出にそんな気の弱いことをおっしゃるから、おばごが。 後ろで泣いているではありませんか。それより、大象首でも取っておいでなさい。一度でもよいから、そんな軍校をわしが立てさえすれば、かかや子にも、もう少し、人並みな暮らしもさせてやれようものを。万年足軽の万年貧乏。それに、わしももう、年が年じゃし。やれがきの外でまた。音ばかの聞いたか 急なデブレだぞ。早自宅して、寄せ場へござれよ。同じ足軽組の近所の人々である。神傘、槍の先など、かきしに見せて誘い合わせながら、もうわらわらとかけていくのだった。ねねはい。持ち合わせがあるかあるかとはねじゃん、何、乱舞なと。ゆうぜあなたの。おお。 あの川銀着にあったか。と、腰を探って、ネネの手に預け。これをな、ここのおばこにやるがよい。おばこがうろうろ鳴くので、子供たちまでべそをかいている。いずれは貧乏。それに、こんなめいり込んだ家族どもを置いて出ては、おとわか殿も、良い働きのできようわけはない。そなたは後に残って、皆を励まし、賑わしてな。 元気に出してやってくれ、おじどの。かしこまりました。そして、あなた様にはもしか、わしへも、おめじが来ておろうと思う。ひと足先に急いで戻る。きりばたけのおやしきのほうへいいよ、むこいりとともに、わしのよろいびつも、おもとのへやにおさめられてある。よろいびつのすえてあるところが、いつでも帰りばしゅじゃ。では、あとから来い。 藤吉郎は言い残すと、もう足軽町の裏から駆け出していた。今朝までは何の気配もなかったし、稲葉の神と会った時も至極無事な様子であったのに、一体どこへ出陣するのか。藤吉郎にも常の勘が働かなかった。いつも合戦といえばどの方面へと、大概彼の直感は的中していたが、 やはり、ここ数日は、花婿の頭は、幾分、時局から、遠のいていたものと見える。物の具引っかついで、侍屋敷の横からかけて出てくるのに、何人かぶつかった。ただならぬ速さで五期、七期、お城の方からかけてくるのにも出会う。何か知らぬが、戦場は、遠くだな、という予感だけがした。木下、木下、 弓長屋の近くまで来ると、誰か呼ぶものがあった。振り向いてみると、前田命を。馬上だった。物の具に身を固め、桶狭間の日にも見た、梅鉢門の肌刺し物を背から覗かせていた。犬はたじ寄って、またえもん殿へ声をかけてきたところじゃ。身支度して、馬揃いの馬場まですぐ集まれ。 出陣か。藤吉郎が足を戻して、倉脇まで寄ると、犬千代は飛び降りて。どうだその後は。会釈の代わりに、宮と笑う。どうだと言わずもがな。近視愛いはしておるかどうかと問うのじゃ。お尋ねまでもないこと。これは叶わる。はははは。しかし、よい君、出陣だぞ。出足が遅いと、折りも折りゆえ。 馬ろいで、大笑いに笑われるぞ。笑われても大事ない。サダミシ、ネがつらかろうで。ああ、よせ。失礼。ケーキ2 0ほどで、基礎川まで、急に攻め寄せるのじゃ。たぞがれたちと、触れには見える。まだ、少々回るが。では、見ろ入りか。稲葉山の斎藤義達とのいわかに病んで死んだという密報が入ったのだ。そこで、 嘘かまことか、小当たりに一あて寄せてみようというので、にわかなじんなのだ。っての、このわ月の中旬頃には、吉どのご用紙と聞こえて、どよめいたことがあったが。今度は、どうやら真実らしい。いずれにいたせ、とうけにとっては、こうのうと君に当たる、や山山城の神様をば、前にうち殺した吉どんだ。人林の上からも、 共に天をいただかざる衆と君のきではあるし、中原へ伸びんとするには、どうしても足場とせねばならぬ身のだ。伸び前としても、そこへ伸びずにいない終わりとの宿命だ。近いな、その日も。近いどころが、早くも声からは、木曽川へ向かって立つのだ。いや、まだまだ、軍港にはご出陣なさるまい。柴田殿の官軍、 佐久間殿、御指揮のもととあれば、信長様には、御質はないと見える。たとえ、義達殿なく、その着子、辰沖殿も安愚とはいえ、美濃の三人衆と言われる、安藤伊賀の神、稲葉伊予の神、宇治家日立之助らがあり、また、主家を去って、今は栗原山の環境に隠れおるとは申せ、竹中半兵重原のごとき人物もおるうちは、 そう、やすやすと参る前に。半米茂春犬家は、国尾かしげた。三人の名は、特、林国へも響いているが、竹長半米とやら、そんなに人物かいや、人は知らず、わしだけは、密かに心腹しておるのだ。どうしてお主は、そのようなことまで存じておるのか。皆には、長くいたことがござるゆえ。 東吉郎は、ただ、そう言うだけにとどめていた。針売りの行商をして、さまよい歩いていたことや、八チ村のコロクたちの徒頭にかわれて、稲葉山の隙をうかがっていたりしていた少年の日のことなどは、お首にも口に出さなかった。ああ、思わず余談を。犬千代は、安状に戻って。では、馬ぞろいで。おう、五く。 二人は、そこの町筋を、裏と表へ駆け分かれた。どっちも、若い星雲の、夢を抱いて。今は戻った。玄関越えとでも言うのか、いつ帰っても、上がりしなに、まず、大声をとどろかせる。そら、婿様のお帰りと、悩働きの下べから、勝手の隅にまでわかるのであった。 藤吉郎は今日に限って出迎えも待たず、もう奥へ通ったが、出会い頭にネネが姿を現したので。おやびっくりした顔をした。お帰り遊ばしません。ネ,ネはいつもと変わりなく、すぐ彼の棒立ちになった足元へ手を使える。さすがに藤吉郎も少し肝をしがれた。どうして自分より先に。 ネネが家に帰っていたろうか。後に残って、音若の家内を励ましたり、子供らへ志のものを与えて、五国に帰れ、と言いつけて、自分が一足先に出たのに。ネネ、ね、いつ戻った先ほど戻りました。先ほどはい。後に残って、お言いつけのこともいたしまして。うん。 あなた様のお志のものを差し上げたところ、おば様にもおじご様にも涙を浮かべてお喜びなさいました。足軽風情は戦に立つ身より、後に残す大勢の小や年寄りの暮らしが気がかり、これで安心して立たれるとおっしゃって。そしてそなたはどうして足より先に家に帰り着いておるのか あなた様にもご出陣、お角立ちに遅れてはならじと思いますゆえ、おば様にお願いしてご近所の駒を拝借し、近道を急いで帰っておりました。何までか。なるほど。それでは早かったはずとてんはついたが、さらに部屋へ入ってみてから、東吉郎はもう一度んに打たれた。床に正常な むしろが述べてあった。具足つがそこに出されてある。固定、すねあて、銅、腹巻きなどのものの具はゆうもろか。金装薬、火打ち、弾薬入れ。すべてみりまとうばかりに備えてあるのだった。おしたくを。うん。よくぞ。よくぞ。思わず褒めそやした。けれど、褒めながら。 と彼の思う楽この女房ばかりは俺も少し目利き違いしたらしいもらう前に見ていた以上どうしても人間ができている朝の家の低金や環境の良さにもよろうが当人の素質そのものが元より恋の対象だけにしかならないお人形ではなかったのだ下手をするとこの女房に あわれまれる夫になり終わる恐れすらある。いや、よろしい。こういう女房がごぞめにあれば、夫は全面に全力を出すことができる。大いに生涯、かいがってやろう。具足をつけ終わると。では、お心置きなく。ネネは、幹キの瓦家と、かちぐり、かち昆布とを乗せた三方を揃えて出した。 留守、頼むぞ。はい。周到にも、ご挨拶の暇もない、吉田に、そなたから。母は、親へを連れて、津島へもうで、まだ戻りません。父は、お城の留守めを伏せつかり、今いから夜も、帰宅せぬと、宣告、こと捨てがござりました。寂しようないかい、い、いえ、差し、うつむいた。 しかも泣いてはいない。夫の兜を膝に持って、ただおもげな鼻の少し風を耐えるに似ていた。よこせ。兜をとを取って、無造作に東吉郎は頭にいただいて尾を結んだが、その時、福井くたるキャラの匂いが全身に染み通った。彼は、 ニコとネネの顔を見ながら、キャラの香りを固く結んだ。